皆さんこんばんは、本日司会を務めさせていただきます D 運営の永井です。少しだけ自己紹介をしますと、普段は哲学の研究をしつつ、学校やカフェ、美術館、お寺、企業など様々な場所で哲学対話というですね、問いを立て考え話し合う活動をしています。ということでですね、今日から D2021 がスタートしました。テレビの報道番組や映画、ドキュメンタリーを制作している有志で始めた映像プロジェクト、チューズライフプロジェクトの協力で、これから定期的に配信していきます。で、第1部はですね、D のメンバーによる D2021 について、お話をするのと、で、第2部はですね、ゲストをお招きしまして、ゴミと資本主義をテーマに、これからの社会を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。皆さんからのご意見、ご質問も随時受け付けています。ツイッターでですね、ハッシュタグ D2021 をつけてツイートをお願いいたします。YouTube でのチャットでも結構です。よろしくお願いいたします。ということでですね、いきなり D2021 って何なんだと思われる方も多いと思うんですが、まずはですね、そのメンバーをご紹介していきたいと思います。まず最初にですね、後藤さんお願いいたします。はい、後藤正文です。アジアンカンフージェネレーションというバンドをやったり、あとゴチというね、ソロでソロ名義でも音楽をしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では続いて、ミル君お願いします。篠田ミルと申します。普段はヤイエルっていうバンドでミュージシャンをしていたり DJ をしていたり、あとプロテストレイブっていうサウンドでもやったりしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて真央子さんお願いします。はい、篠田真央子と申します。大学院で社会学であったりとかメディア論について専攻してました。普段は音楽関係の編集だったりとか、渋谷っていう街からの文化発信の仕事などに携わっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、田代さん、お願いします。よろしくお願いします。普段は会社で働きながら、ずっと私も哲学を続けていて、先ほど司会の永井さんからも説明があったように哲学対話という活動をずっとしています。で、今は都内の中学校で哲学の教員なんかもしながらこの D の事務局に関わっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、こちらにはいないんですけれども、もう一人音楽家の坂本龍一さんもメンバーです。で、時々出演するかもしれません。はい、ということで、D2021 とは何なのかということなんですけれども、日比谷公園でですね、2021年の3月13日の土曜日、そして14日日曜日に行われる音楽フェスです。といってもですね、単なるこう音楽のフェスではなくてですね、D2021 のその D ですね、この D をこう得体の知れない D というのをテーマにしてですね、トークやアプリ、フード、エネルギー、様々な社会問題を取り扱ったデモンストレーションのような回になる予定です。で、ステートメントがあるので皆さんにちょっとご紹介したいと思います。田代さんからお願いします。はい、D2021 の、ステートメントをこの火星の部分だけ少し読みたいと思います。私たちは震災から10年という2021年を迎えようとしています。この10年、どのような日々を歩んできたのか、そして次の10年をどのように生きるべきなのか、過去と向き合い、未来を思考するための一つの岐路に立っているのではないでしょうか。D2021 は不条理に対する抵抗の声であり、民主主義を維持させるためのムーブメントです。ダンスや対話を通じて、社会の分断を乗り越えることを目指しています。 D2021 は社会の別のあり方をデモンストレーションする実験の場でもあります。イベント中は資本主義社会の別のあり方を模索する様々な試みを企画しています。 D2021 では多様性を尊重します。主催者、参加者、アーティスト、観客という垣根を越えて人々の対話の場になることを望んでいます。はい、こんなステートメントです。はい、ありがとうございます。ミル君から何か補足することなどありますでしょうか。今のちょっと
パッて出てたステートメントを見ていただいても分かるように、なんか頭文字 D から始まる単語を結構並べてあって、すごくちょっとまた後でどんどん説明していくと思うんですけど、基本的にはちょっと D から始まる単語、デモンストレーションとかデモクラシーとかダンスとかダイアローグとかいろいろ上がってますけど、ちょっとその D から始まる単語を軸にいろんな問題を捉え直して、もう少し違う社会のあり方だったりフェスのあり方みたいなことを探ってみようっていうフェスになってます。はい、ありがとうございます。で、この D っていうのは、いきなりですね、こう生じたわけではなくてですね、ノーニュークスという2011年に始まったあのイベントが元になっているんですけれども、このノーニュークスについて、お父さんからご説明お願いします。そうですね、2012年に、坂本さんの呼びかけでね、まあ、若いミュージシャンも集まってよってことで、僕も声をかけていただいて、まあ、その、始まる以前からね、坂本さんって六ヶ所村の、例えばね、再処理、施設の問題だったりとかね、核燃料の再処理ですよね。使用済み核燃料の。そういう活動されているところで僕も知って、で僕も震災前からそういう、原発の建設予定地を巡ったりだとか、いろんな、そのエネルギーの、いろんな、なんていうんですか、大人の社会見学って言っていろんなところに行ってたんですよ。で、そういう活動を知ってくださっていて、で一緒に何かやらないかっていう話で、まあこの時はね、まああとはロッキンオンなんかが協力してくれて、フェスっていう形で2012年、こう大きくね、すごい大きな会場でできたんですけど、幕張のね、だんだんやっぱりこうメンバーがまあ同じになっていく。で、まあそれ結構ね、びっくりしたの、びっくりというか自分の身につまされたのは、コムアイが出た時にね、水曜日のカンパネルラ、その時に、あれカンパネラか、メンツがいつも一緒だねって言われたんですよね。それ結構ショックで、これはなんかやっぱもうちょっと外向きにね、発信しなきゃいけないよねって話は坂本さん常にしていて、でなんとなくノーニュークスをずるずる続けていくよりも新しい形で、もう少し幅の広いね問題、ノーニュークスっていろんなことを考えてはいたんですけど、やっぱりこう反原発とか脱原発とかっていう、そのそれももちろん大事だと今でも思ってますけど、それだけじゃなくて幅広く問題を考えてたので、まあそれに担うね、もう少しこうあとはいろんな人と交わりながらたくさんのことやりたいねって話してる間に、こう今ここにね縦に並んでいるメンバーとも出会い、まあ通じ合ってね、まあタイトルなんか悩みましたけど、まあ、D っていう落としどころにみんなでねたどり着いてこのイベントになったんですけど、はい。まあ、ノーニュークス、そうですね。ざっくり、まあ、ホームページとかもう一回見ていただいたら嬉しいんですけれども、はい。未だにでもその意思は、もちろん引き継ぐつもりで、このイベントには参加しているというか、まあでも、エネルギーについてはね、僕らも使用しているわけで、引き続き考えないといけない一つの、なんか問題だとは思っています。はい。そんなところで大丈夫ですか？上手に言えたかな？ありがとうございます。ということでですね、ノーニュックス、まあ、すごくメッセージも大切で、こうなんですけれども、まあ、D っていう、もう少しこう広く、あえてですね、その D が何なのかは分からず、得体の知れないものというふうにですね、あえて設定してですね、いろいろなことをテーマに皆さんと考えていけたらっていうふうにしています。で、なんとですね、D っていう言葉で始まる単語っていうのはですね、まあ、こんなにあるんですよね。こんなにあってですね。で、まあ、いろんな D があるんですけれども、まあ、震災後からの10年を連想させる D であったりとか、何かこう否定的な、すごくネガティブな D であったり、むしろ、こう、民主主義とか多様性というような、こう、ポジティブな D であったりとか、いろんな D がありますよね。何か皆さん、このことから考えることとかってありますかね。ミル君とかどうですか。まさに今永井さんがおっしゃっていたそのディザスター、震災からのディケイド10年っていう問題がまず一番大きなものとしてあるような気はしていて、ごっちさんもさっきノーニュークスを D が引き継いでいくっていう話をされていたと思うんですけど、ノーニュークスがちょうど10年前の震災ディザスターの時から始まって、それから10年間経って、まあいろんな変化がある中でですね、で今一度2022年になって別のディザスター、コロナっていうディザスター
あるいはディジーズって言ってもいいのかもしれないんですけど、っていうものがやってきて、じゃあそのディザスターからのディケイドの中で、進んできてしまった社会の変化だったとか、そこで生じてきた問題っていうものをもうちょっと反省して振り返って、次のディケイドについて、考えていく機会になればいいんじゃないかっていうところで、ちょっとディザスターとディケイドとディジーズっていうところが D の根幹にはあるかもしれないです。ありがとうございます。まおこさんとかいかがですか？D は私たちは一応ひらがなの画業とかも範囲内に入れてるんですけれども、それで言うと私は社会学だったりとか取材、編集を通じて都市ってどういう場所なんだろうということを考えてきたので、大都市も D が考える社会問題が起こる舞台として考えられるかなと思います。いろんな人だったり、物だったり、サービスが集まる得体の知れない場所であり、D がこれから追いかけていく資本主義っていうものが色濃く現れる場所でもあり、さらにこれは震災、福島になんで原発があるんだろうということにもつながってくると思うんですけれども、この都市っていう場所が正常に動くために他の場所が削除されているのではないかというような問題も生み出していると思います。ありがとうございます。そうなんですよね。皆さん今ご覧になってると思いますけど、英語の D だけじゃなくてですね、台所とか大丈夫とか電気とか、まあ大好きとか、いろいろこう、打行から始まるものも D としてカウントできるんですよね。はい。田代さんとかいかがですか？私はやっぱ D2021 としては、まあ、今日のテーマでもあるダイアローグ、まあ、対話を大切にしていきたいなとは思っていて、まあ、ただこの対話がすごく困難、難しい時代に、まあ、それでも対話をしようよって言っていきたいし、そういう場を作り続けることはとても大事だと思っています。で、まあ、対話の困難さについてちょっと考えると、なんか例えばもう事実を事実だと認めない人たちっていうのはもう同じ社会とか同じ世界を共有してるってあんまり言えない気がしていて、まあ、よく SNS とかで見られると思うんですけど、とかもっと日常的に考えても私たちってなんか他者相手と分かり合えた経験よりも分かり合えなかったり対話が失敗に終わる経験の方が多いんじゃないかなって思っていて、でそうなるともう対話なんかしなくていいじゃんってもうこれ不可能だろうって思うんですけど、でも一方で対話をやめてしまうとデモクラシー、民主主義も終わってしまうなっていう危機感が私にも、まあ、D2021 のメンバーにもあると思っていて、だからやっぱ対話が難しいし分かり合えないかもしれないんだけど、それでも話そうよ、一緒に考えようよっていうふうに社会に訴え続けなきゃいけないなっていうふうに思っています。でちょっとダイバーシティの話にも持っていくと、なんかどうせ分かり合えないなら話す必要がないっていうと、なんか陳腐な相対主義、まあ人それぞれみんな違うよねみたいな話になって、で人それぞれみんな違うっていうのは結構ダイバーシティ多様性の標語みたいになってると思うんですけど、いやみんな違ってみんな良くないじゃんってやっぱ言い続けなきゃいけなくて、やっぱ差別する人は良くないし、人を殺すのも良くないし、人権侵害も良くない、でそれがなんか違う、なんていうのか、正義が2つあってどっちが正しいかってみんなで考えましょうってことではなくて、やっぱ片方が間違ってる、倫理的論理的に間違ってるって言わなきゃいけないなとか、まあそういうダイバーシティとダイアローグの可能性についてきちんと考えながら、まあ D2021 としてもそういう場を提供し続けたいなっていうふうには思っています。はい、ありがとうございます。そうですね、私も田代さんと一緒で哲学対話をやっているので、まあ D っていうことをで、ダイアローグっていうのもすごく重要なテーマで、だからその対話がこうできる、できないとか難しい、簡単とかそういったもの以前に、そもそも対話って何なのかっていうことも皆さんと考えていきたいし、ここがそういう場になったらなっていうのは本当に強く思います。それだ、そうだし、ここに、ちょっとさっきのノーニュークスの話にもつながるんですけど、実は、脱原発っていうのが D なんですよね。脱の D で、脱原発。まあ、脱ってつけば結構 D になっちゃうんですけど、そういうのも結構、こう、言えそうですよね。はい、脱毛とかも D ですね。脱毛いいじゃん。その、いわゆる女性の身体みたいなものが社会的な目によってみんなツルツルでなきゃいけないみたいな押し付けがあるとか、うん、ちょっとまあだから D で広くいろんなテーマについて考えれますという話です。そう
ですね、何かこう大きなこう脱構築とかダイバーシティとかそういうすごく大きな概念だけじゃなくて、本当脱毛とか大根とか、うん、そういったことでもこういくらでも問いを掘り下げていけばこう議論できる、対話できるんじゃないかということですよね。ごっちさんはいかがですか？まあでも今ここでもやってたりとか、このなんていうのタイムラインみたいのでもコメントで出てるのとかも、まあ、D 大喜利みたいになるわけじゃないですか、簡単に言うと、うん、まあでもそれはまあある種方便というか、まあ D っていうもう持ってるとそういう単語にいちいち引っかかって、あこれもこれもっていう気づきがあるから、それはすごくいいキーワードだなと思うんですけど、一方まあ僕としては何だろうな、でも一番こう中心にあるのはキャピタリズムの次としての D みたいな、 C の次の D ってことですか？そう、 C の次の D、 今が C と考えると次の D をどうするんだって、そんなことを例えばね簡単にバシッとは言い切れないわけで、だからこうやって大喜利しながらみんなで新しい社会を考えるわけじゃないけど、こうやって話し合ってこうなんだろうな、日本ってみんなクイズが好きでクイズ形式にするとかさ、なんかテストも答えを間違ってない答えを書くみたいな、そういうの好きだけど、そうじゃなくてみんながこう悩みながら D ってなんだろうってやることに自体に意味があるような気がしていて、そうするとやっぱさっきのねお二人が言ったダイアログとかね、あとダイバーシティはすごく難しい問題だと思うんですよ。僕これなんか朝日新聞の原稿にも書いたけど、案外生ぬるいもんじゃないと思うんですよね、多様性って。まあ、これこう第2部にもつながることかもしれないですけど、自分たちにとって何だろう、社会にとって有害なものをどうやって包み込んでいくかっていうのも、もうすごくものすごく大きなテーマとしてダイバーシティは何て言うんだろう、含んでいると思うんですよね。じゃあお前らなんか出ていけなんてことじゃないと思うんですよ、同じ船に乗っていて同じ社会の一員であるみたいな。だからでもだからこそなんかダイバーシティっていうのにちゃんとみんなで向き合う、そこでダイアローグ、対話をするっていうのはなんかもうものすごくもう切実なテーマっていうか大事なことなんで、うん、そういうことをなんか皆さんがね、こう、まあ、ここで僕偉そうに言ってますけど、いつもこうなんかあの会議しながら教えてくれるじゃないですか僕にね。いや心強いなと思って、僕もだから D に参加しながら勉強してるようなそんなイメージですね。はい、ありがとうございます。そうですね、こう D っていう風にあの書いてあって、別にこれをだから D 民主主義こそ最高とかダイアログこそ最高、脱原発をするんだみたいにこう、うん、それを大事にしてこう行きましょうっていうことではなくてですね、これってそもそも何なのかっていうことを今一度いろんな意見の人と一緒にダイバーシティの中で考えるっていう、そういう場になったらっていう風に思ってるわけですよね。こう大事なことを話す、それも D なんですけど、何でもかんでも D になっちゃってなんか、うん、あの不思議ですけど、とにかく大事なことをここでちゃんと話そうよって、まあそういった番組になっていけたらいいですよね。はい。で、なおかつそのキャピタリズムっていう C2D、C から D なんだっていうあのヒントも後藤さんからいただきましたけど、この D って何かを思い出させるかもしれないっていうことで、うん、何かミル君とかからありますか？もちろんこの D っていうの僕らは実はなんかアイデアの発信の元にしているものがあって、それは唐谷公人さんっていう哲学者がいて、その人がですね、世界史の変遷を説明するのに A っていう社会から B っていう社会から C っていう社会から次は D っていう社会なんだっていうのをすげえ今ざっくり説明してるんですけど、世界史いろんな段階でこう変わっていくのに、唐谷さんは交換、あの世界の中で交換の仕組みが変わっていくことによって、まず A っていう世界では互いにこうもっと原始的な社会とかを想像してもらったらいいんですけど、なんかみんなこうギブアンドテイクのなんか優しい社会みたいなところから出発して、で B、C と変遷して、 C が今の社会でいわゆる資本主義社会、商品とお金を交換する社会みたいなことを C とされていて、でこれで皆さんさっき C2D って言ってたことからも分かると思うんですけど、唐谷さんは C の次に来る社会が D っていう社会なんじゃないかっていうことをポソッと、世界共和国へっていう論文だったり、世界史の構造へっていう本の中で書いてらっしゃったりして、ちょっとそこからヒントを得て、で特に唐谷さんが D っていう頭文字から始まるいろんなもので連想して、ちょっとしたエッセイみたいなものを書いてたりして、そこから僕らもアイデアをいただいて、
じゃあ頭文字 D から始まるものでいろいろちょっと連想ゲームして、もうちょっと社会のあり方を考えれるんじゃないかっていうところで、いろんな数ある26アルファベットの中から D っていうアルファベットが選ばれるに至りました。うん、ありがとうございます。そうなんですよね。なんかそういう、まあ一つの、まあ、実験みたいな場にも D2021 がなったらな、みたいなことをみんなでこうワイワイ話していてですね。そう、まさしくそのキャピタリズムからの D っていうことで、こう新しい交換アプリ D を作るのはどうだろうかなってことを皆さんと、ミーティングで話したりとかして、これはこう仮想通貨ともまたちょっと違う、こう物々交換のアプリで、お金とかまたその資本主義のあり方っていうものをこう根本的に捉え直すようなものをこう作ったらどうだろうなんて話をしてましたよね。うん、なんか当日のフェスで日本国の通貨を禁止にして、でただ日本国の通貨使えないと結構日比谷公園で辛い思いをするので、キャピタリズムっていう資本主義ってエリアを作ってそこだけ円を使っていいことにするとか、やっぱお金とか資本主義っていうのを問い直さないといけないよねみたいな話はずっとしてましたよね。うん、そうですね。これもなんかとにかく資本主義をぶっ潰しましょうみたいなことではなくて、そもそも資本主義ってどういうことなんだろうっていうふうに、まあ考える機会にしたいなっていうことを皆さんと話してたわけなんですが、まあその挑戦もあってですね、日比谷公園でこう無料で、開催しようと、入場無料で解散しようと。で、こう何かよくわからない、得体の知れない D に人がいっぱい集まるぞみたいなことをみんなでワイワイ楽しく考えていたんですが、なんと、ここで、キャピタリズムではない C が、登場してしまいました。コロナが来てしまったんですよね。盛りだくさんだったわけですけど、まあコロナの影響でそもそもお客さんを入れることができるのか、みたいになってしまったわけですが、もうできるかどうかわかんない。もうこれがまさかどうしようの D になってしまったんですけれども、うん、もう今後どうしたらいいかっていうのはもやもや悩みつつあるわけですが、真央子さんとかどんな状況ですかね、私たち。今はやっぱりオンラインフェスをやるんじゃないかっていうことで方向性的には話し合ったりとか、でもいずれにしてもオンラインフェスっていうものもコロナが出てきてから活発になったものなので、オンラインフェスもはじめとして、こちらのダイアローグシリーズだったりとか、あとは3月から実は始まっている D についていろんな方に考えていただくリレー連載もそうなんですけれども、私たちとしてはやっぱり今しかできないこと、今だから取り上げられたり、記録していけることを皆さんと一緒に見つけて、それに積極的に取り組んでいけたらなというふうに、それを第一前提として話し合いを進めています。ね、ありがとうございます。で、まあ、ここでいろいろとお話もしたいんですけれども、ちょっと一度ですね、坂本龍一さんからですね、なんとメッセージをいただいていますので、一度ここで、ご覧いただければと思います。こんばんは、坂本龍一です。その D というイベントというか、フェスティバルのようなものをやろうとしているわけなんですけども、まあ説明はもうあったかもしれませんけども、改めて僕から言いますと、そもそもは2012年から始めたノーヌークスという音楽フェスがありまして、これは、脱原発、まあ原発のいらない社会を目指そうという趣旨のもとに、ミュージシャンが集まって開いたフェスティバルで、まあ去年まで、2019年まで続けてきたんですけども、まあだんだんとマンネリ化というかね、同じようなメンツ、同じようなお客さんという感じがしてきまして、何かこう、来年2021年に向けて、まあ2011年の10周年ということでね、改めて、まあなんかそのやり方を刷新してできないかということでですね、まあ、僕のような老体は一歩を退いて、若者に、リードしてもらおうという。で、まあ、やり方も、その彼らの、まあ、若い人たちの、いろいろなアイデアのもとにやっていこうという、趣旨でありまして、ただ、今年も、皆さんご存知のように、このコロナによるパンデミックがね、起きまして、
まあ、この世界的な規模のこのようなクライシスというのは、まあ、あまりあることではないわけで、まあ、クライシスの C ですね。クライシスの後の世界、あるいはその、ここまでこう、自然破壊とかですね、グローバリゼーションの加速化、あるいは金融、の、加速化というものがね、こう、まあ、それらをこうドライブさせているものはまさしく、まあ、資本主義、キャピタリズムなわけで、その、まあ、巷でも、そのポストキャピタリズムという、ポスト資本主義などという言葉が、流行り言葉のようになっていますけども、その本当にその、このような、もう、本当に先がない自然破壊を、なんていうのかな、抑制しつつ、より、なんていうのかな、人間にも、自然にも、優しい経済、あるいは社会のあり方っていうものを真剣に目指さないと、先がないというような危機感がありまして、そのキャピタリズムの先ということで C の次、D という。もう一つですね、D というのは、まあ、それ今のことに関係あるんですけども、その、金谷浩二さんの世界史の構造という本がありまして、そこに出てくる、交換様式 D の世界という。そこからも D で、まあ、それはその D というのはどういうものかっていうのは、金谷さん自身も具体的には示していないんですけども、というのは、まだそれが実現していない、あるいはもう、すでに古代から実現しているとも言えるんですけども、それが、新たな形でもって、出てくる。その新たな形というの具体的なこうイメージを、僕たちで少しでもしていこうという、まあそういう詩でもあります。そういう、複合的な意味の D をまとった、イベントというか、フェスティバル。で、まあ、実際に、その、来年の、2021年の3月に、この、どのような形でできるか、まあ、これから、コロナウイルスの第2波、第3波も予想されますので、実際に、どういう形でできるかっていうのを、まあ、それは本当に、わからない、誰もわからないわけなんですけども、まあ、その、最悪、オンライン無観客でも、やっていこうという感じでですね。まあ、それの前哨戦として、今日の、皆さんの討議といいますか、トークというか、討議、古いな、トークが、まあ、行われるわけなんで、今日のトーク非常に、その今、少し言ったようなこと、つまり自然災害とかですね、まあ、いろんな山積みする環境問題、これを、まあ、ドライブさせてる、フォースとして、まあ、力として、その、資本主義というのがあるわけで、それをいかにこう超えていくかということ。まあ、そういう話にもなっていくと思うんで、まあ、僕自身もとても楽しみにしているんですけども、ぜひぜひ、その、目指すべき D、そしてその D2021 というね、イベントを、サポートしていただきたいと思います。どうもありがとうございます。坂本龍一でした。はい。ということで、坂本龍一さんからのメッセージだったんですが、坂本さんを交えてですね、このメンバーで毎回、まあ、毎週のようにですね、ミーティングをして、どうしたらいいかなということを考えているんですが、今回はオープン D としてですね、皆さんにもぜひサポートしていただきたい。これをご覧になっている皆さんにも、サポートしていただきたいということでですね、あえてこう、オープンにしてですね、YouTube や SNS のコメントも、見させていただいてますけれども、ぜひ皆さんで作っていけるような会にできたらと思っています。で、まあ、来年3月のイベントの開催までですね、月に、まあ、1回から2回定期的に、まあ、キーワード、D というキーワードに沿った議題を挙げてですね、ゲストを招いて生配信の番組を行っていきたいと思っています。で、ミル君、何か大切なことをお願いします。さっき永井さんから D でどうしようっていう話があったと思うんですけども、ご存知の通り、僕ら全然フェスの運営に関しては、ズブの素人の素人でございまして、明確な後ろ盾もないまま大業な D っていうなんかすごいことをやりたいみたいなことを言い出したにもかかわらず、資本源も別にないっ
っていう状況から今スタートしておりまして、それでちょっと D から始まる単語で、ドネーションっていうことになるんですけれども、ぜひ皆さんにご協力いただきたいなと思っております。で、もちろん無償のドネーションやスポンサーさんも受け付けているんですけれども、D のウェブサイトっていうものがございまして、で、今日そちらでですね、D のまずはオフィシャル T シャツみたいなものが販売されましたので、そちらの方もぜひご購入いただけると、我々が2021年3月にですね、新しい D を見れる一助になると思うので、何卒ご協力いただけますと幸いです。うん、皆様、よろしくお願いいたします。はい。はい。ということでですね、まあ、早速、今日その、まあ、配信番組のですね、1回目ということでですね、D のメンバーからは、後藤さんと田代さん、はいと、ミル君、そして、私が引き続き司会で、番組を行うんですけれども、ゲストに、経済思想家の斉藤光平さん、そして、歴史研究者の藤原達史さんをお招きしてですね、ゴミと資本主義をテーマに、これからの社会を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい。ということでですね、ここからは第2部に移りたいと思います。ゲストとですね、D にまつわるテーマについて、対話、ダイアローグを行っていきたいと思うんですけれども、ダイアローグですので、私が皆さんにどうぞとか言ってお送りするよりは、こう、話したくなったら、こう、挙手という、本当にこう、対話形式で進んでいきたいと思います。はい。今はないです。今はない。で、早速ですね、ゲストの、ご紹介です。経済思想家の斉藤光平さんと、歴史研究者の藤原達史さんです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、藤原さん、よろしくお願いいたします。どうぞ、よろしくお願いします。はい。非常に豪華なメンバーなんですけれども、なんとですね、斉藤さんはですね、これからレギュラーで、D の番組を一緒にやってくださるということで、非常に心強いです。で、記念すべき初回のゲストは藤原さんなんですけれども、藤原さんはですね、分解の哲学という本を、去年6月に出版されています。あ、こちらですね。で、後藤さんはですね、この本で藤原さんのことを知ったということなんですけれども、はい、藤原さん、分解の哲学とは簡単にこうどのような本なのでしょうか。はい、あと3時間いただければ喋られるんですけど、ちょっと時間がないので簡単にお話しますが、基本的には今までやっぱり作れ作れですね、論文も音楽も、それから生産物、とにかく生産しろ、子供も作れ、とにかく作れ作れというプレッシャーの中でもう一回壊れていくとか解体されていくとか、そういうことに注目してみたら世の中もうちょっとこう風通しよく見れるんじゃないか。例えば積み木が崩れていくことに子供がキャッキャキャッキャと喜んだりするシーンとか、あるいは物が壊れたものをもう一回直してみるところに何か例えば金継ぎのような世界にすごく美しさを感じたりとか、それからまあ資本主義の弱点の非常に大きな弱点としてゴミが大量に出てくるというものがあると思うんですけども、それをもう一度ボロやクズというある意味再生可能なものから見ていったときに、ひょっとしたらそのもう少しこう緩やかな柔らかい世界っていうのは作り直せるんではないか、そういうふうな妄想からいろいろなその分解現象を捉え直して研究したそういうふうな本になります。で、まさかその、後藤さんに読んでいただけるなんて、考えてもいない、大変嬉しいことだったものですから、どうしてこの本に出会っていただけたのかっていうのをぜひ聞きたいなと思います。はい。いや、そうですね。まあ、
きっかけは本当にレギュラーでずっと参加してくださることになったね、斉藤さんの影響もあるんですけど、まあ、斉藤さんと前に蔦屋で対談した時に蔦屋で知ったんですよね、蔦屋経由でね、その本をね。で、読んでみてものすごく面白かったんです。それはまあ自分がなんか問題だと思ってたこと、例えば僕脱原発とかに入っていく時に問題だなと思ったのはやっぱりその核廃棄物の問題ですよね。使用済み核燃料、これもう10万年先の未来に押し付けるなんていうのは普通に考えてもなんだろう、ありえないというか、これ人類の歴史を考えても10万年前には言葉一つ書き残せてなかったわけで、てかむしろそういう考え方もなかったかもしれない。そのぐらい人だって変わってしまうような年月を超えられるわけがないじゃないですか。まあそれが一つっていうのと、まああとはこれ、幅広くいろんな問題にこう、ゴミというか、まあ発酵とかですね、分解。まあそれはもうすごい考え方なんですけれども、そうですね。まあ音楽もそうだし、うん、あるいはやっぱちょっとぐさっときたのは、まあ僕たち簡単にエコロジーとかサステナブルとか言うけど、それは結局先ほど藤原さんが言ったように、あの作るってことにそのなんだろう、軸足というかもう両足置いちゃってるような話で、じゃあ分解してもう一回使うってこと本当に考えてますかって、その響きよくエコロジーとかサステナブルとか言えるけどどうなのみたいな。で中にはあの作曲っていうのに近い話が出てきていて、まあ、作曲はコンポジションで分解はデコンポジションって書いてあるんですよね。でそこも結構ハッとするところがあって、自分たちの音楽って今権利にすごい縛られていて、例えばこの著作権をガチガチにしてったら、なんだろう、サンプリングももちろんできなくなるかもしれないし、メロディーだって今や携帯をかざしたら誰かの曲に似てるとか別の曲からの引用とかが分かってしまうわけで、でもメロディーとかコードだって引用しながら受け渡しながらそれぞれずっと文化の中で分解して再構築してってのをやりながら僕たちって音楽やってる、ポップミュージックもそうなわけで、そうなってくると待てよと、この分解っていうのはミュージシャンにも関わってくるぞみたいな、一人の生活者としても関わってくるぞみたいな、そういうふうに思えてきて、だからいろんな、まあいろんなことに対してこう横断されてるわけですけども、その分解という言葉をね、あの旗印にというか、ものすごくこう腑に落ちたというか、素晴らしい書籍だなと思って、で会いたいと思ってね、でまあこういう場を用意していただいたんですけどね、全くこれすごいですよ、1976年の12月2日生まれっていう全く同じ誕生日っていう、驚きましたね、これ。そうなんですね。びっくり、本当に偶然ながら、ね、その年なんですけれども、やっぱりその今、後藤さんの話聞いて、音楽にも当てはまるっていうのは、すごくなんか、思うことがありますね。その、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう、ここでお話し、あの紹介した中で、ナポリ人についてお話をしたんですけど、やっぱりナポリ人っていうのは壊れていないと、なんか心が落ち着かないっていう、そういう人の、そういうふうな人々のことをまあ観察したり、哲学者のことを引用したんですけど、何かこう、なんて言うんでしょうね、こう完璧すぎることへの恐怖、そうじゃなくて何かずれてたり崩れてたり、ひびが入ってるからこそ、こう、なんていうか、みんなで協力してつなぎ合わせよう。音楽もどっかから聞いた音楽、あっちから聞いたたまたま耳に入ったものっていうのを、それぞれリスペクトしながらこう組み合わせていく、こう崩して積み上がれていくっていうんでしょうか。あるいは彫刻だったら、彫刻を作るんじゃなくて、木を崩して、そういうふうな彫刻をこう、ができていくような、そういう美的なものとも、こう分解の哲学っていうのは、芸術的な部分とも重なってくると、まあ、あの信じながら書いてたものですが、大変 ありがたかったですね。すごい、僕もミュージシャンの端くれとしてすごくコンポジションとデコンポジション、作曲と作曲に手を否定の窃盗時の手をつけたデコンポジションの関係はすごい自分の身に染みるところが多くて、というのも僕あんまり楽器弾けないんですけど、すごい自分で作曲できするんですね。でなんでかっていうと、今すごい
もちろんそのパソコンが発達してっていうのがあるんですけど、本当にサブスク制でサンプルを売ってるサイトみたいなものが今世の中にはすごいあって、その中に本当に分解された曲の断片っていうものがめちゃくちゃこう売ってて、ギターだけとかベースだけとかが売ってて、それをこうある種みんなつなぎ止めて、もう今のヒップホップの作家さんとかみんなそういうサンプルをいろんなところから集めてきて、でそこから曲を作り上げるっていうようなことが行われていて、何かこのちょっと分解されたものから作り上げるっていう作曲のあり方が、僕のような楽器を全然弾けないみたいな人にも違う作曲の道を開いているような形がして、すごいハッと身に染みるものがありました。なるほど。最初にこう藤原さんがなぜ音楽家の後藤さんがこの本をっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、ある意味こう必然性があるわけですよね。面白いですね。斉藤さんは、ごめんなさい、斉藤さんは、斉藤さん、はい、いかがですか。はい、私は全然音楽のこととかわかんないんですけれどもあのまずでもちょっと藤原さんのその凄さっていうのちょっと、あの多分藤原さんの本を読まれたこともない方も結構いると思うんで、簡単に説明させていただきたいんですけれど、藤原さんって歴史研究家なんですよね。だけど今回のこのテーマの本って文体の哲学で、哲学の本なんですよ。で普段ナチスとかの研究してるんですけど、これ哲学なんですね。でもなのにサントリー学術賞っていう、まあ、映画で言うとですね、日本アカデミー賞みたいな賞を取っちゃうんです。だからこう、なんかボルトが 100m で金メダル取った後にサッカー選手になったみたいな、そういう感じの本で、本当に幅広いテーマがまさにこの本の中で扱われている。で、まあ私は音楽じゃなくて、普段大学ではですね、マルクス経済学っていうのを教えていて、で、まさにその資本主義のその先っていうのを、まあ、考えていて、だからこういう場に呼んでいただけて、すごい嬉しいなと思って、まさに大分岐、去年未来の大分岐、D で大分岐と書いたんですけども、ありがとうございます。まさにこういう、こう、先を考えなきゃいけない時代で、で、その時にこの本に出会って、分解の哲学では、その、マルクス批判が結構あるんですよね。つまり、左派とかリベラルとかって言われる人たちって、結局その労働のことばっかり考えて、労働をどんどんやって生産力を上げていけばみんな豊かになる。でも人間と自然の関係っていうのは、もっと循環だから、その人間の側だけ考えてもダメ。むしろその分解の生産だけじゃなくて分解を見なきゃいけない。それ見ないと、その環境問題に代表されるような、今日のテーマはまさにゴミを軸とした環境問題わかんないよっていう、そういう問題意識がやっぱりすごい自分にも抜けていたっていう、こう反省を迫られるような、すごい作品だっていうことをまず最初に言っておきたいと思います。うん、いかがですか藤原さん、この来賛を受けて。もう逃げ去りたいですねこれは。もうそんなもんではないんですけど、ただなんかやっぱり、まあ、資本主義社会っていうか私たち生きてる社会の基本の基は所有権で、やっぱりみんなが絶対みんなが持ってるものを盗んではいけない。これはその通りだと思うんですけど、それがあまりにも強すぎることに対する後藤さんの違和感というか、音楽っていうのはもっと、実はもっと開かれて誰かの心に残っていくというふうなことをおっしゃる。だからそのゴミって落とされてるので所有権ないんですよね。なくなったもの。でもそっからなんかもう一回この社会を見直していくと、いいなぁと思って、でそういう意味でこう斉藤さんがこう研究されているマルクスとどうしてもこうぶつかっていく。もちろんマルクスがなければ今の私たちの仕事っていうのは絶対ありえない、一番引用が多い人ですから、すごくだ誰もがきっちり読むべきで、斉藤さんはその中でも日本の中でも本当にきっちりドイツ語から深くノートから読んでらっしゃるという方ですけど、そういう方にこれを読んでいただけたというのも私として大変嬉しいですね。はい、ということで藤原さん、本文にも書かれてましたけど、こう廃棄からの再生っていうテーマをこう単に神秘的な問題でこう遠巻きに眺めるのではなくて、それをきちんとこう人文学とか生態学の領域でこう考え直すんだっていう、非常にこう刺激的な文章が書いてあって、私もすごく面白く読んだんですけれども、この分解っていうのもなんと D なんですよね、デコンポジションだし、なんと斉藤さんの大分岐もそういえば D だったっていうのをお話の中で今はすごいなと思ったんですけれども、
視聴者の皆様とですね、まあ、テーマをぜひ共有するためにですね、問いで、ちょっと提起してみたいと思います。まあ、ちらちらと、こう、出てきてると思うんですけれども、なぜ今、そのゴミということを、こう、あえて考えるのかっていうこと、まあ、ゴミって言っただけで、これが何なのか、ゴミについて何か考えたことがないとか、いろいろな立場の方いらっしゃるかと思うんですけれども、どうですかね。何かこうゴミという言葉からどんな問いであったりとか、どんな課題と結びつきそうですかね。田代さんとかいかがですか。あ、そうですね。正直ゴミと資本主義で今回話すぞっていうふうに言われてというか、みんなで考えて、私ゴミについて考えたことなかったなって思ったんですね。っていうのは、そもそもゴミっていうのはいらないから、まあ、使えないから捨てるわけであって、もうゴミになった途端にそのものと私の関係は終わっているっていうことだと思うんですね。でもゴミについて考えたことがないっていうのは結構やばいんじゃないかなとも思っていて、とても不思議な現象だなって思いました。っていうのもよく考えたら、その朝全ての町ことに置かれたあの山のようなゴミが結局どこに行ってるのかっていうのは私たちは考えたこともないし知らない。例えば私が捨てた、ティッシュペーパーが埋め立てられてるのか、埋め立てがこう共有配がいっぱいになって海外に送られてるのか、そのゴミの行方っていうのを考えたことがない。だから捨てるまででその物と私たちの関わりが終わりになってしまっているなっていうふうに思って、まあ、ゴミについて考えるっていうのはこの社会の在り方を考える上ですごい大事なんじゃないかなって思いました。あともう一点、一方で私はどういう消費の仕方をしてるかなとも考えたんですけど、なんか意識的に私は結構いいものを買いたいって思うんですね。これできれば大量生産されてない家具とか服とかを買って身の回りに置いておきたいなって欲望もあって、だからあんまりゴミを捨てたくないっていうふうに生きてきたんですけど、これは何なんだろうなとか自分で考えました。あんまりゴミは出したくないと思ってるんですけど、なんでだろうってことを考えたりしました。ミル君はいかがですか。なんか僕すごい仁義なき戦い、薬剤映画の仁義なき戦いが好きなんですけど、仁義なき戦いの中で、主人公、菅原文太、ヤクザの菅原文太が、ゴミの担当なんですよ。ゴミ処理場みたいなものをある種、彼は回していて、そこでお金を稼いでいるっていう役割で、でなんかそういうとこから考えると、すごいゴミってこう社会の中である種こう辺境、終焉にある何かちょっと排除されたヤクザのような人たちがある種扱うようなものとしてイメージされる一方で、でも菅原文太のその持ってるゴミのその権利っていうのは結構強烈にお金を生み出すもので、結構それがこう構想の火種になったりするというか、ある種なんかマージナルで追いやられてるものである一方で利益を生み出すっていう、なんかちょっと矛盾したアンビバレンスなもので、なんかこれってすごく、例えば原発の問題ともつながってくるような気がしていて、ある種福島の放射性廃棄物質ってすごい社会の中で嫌なものとして追いやられてる一方で、その廃棄物処理みたいなものだったりが、こう、莫大なこう利権構造を生んでたりとか、何かちょっとそういう矛盾した、なんか社会の矛盾が押し付けられてる場所、所としてのゴミっていうのが考えられるかなと思いました。ありがとうございます。斉藤さん、いかがでしょうか。そうですね、今のさっきの田代さんの話とかまさにそうだと思うんですけど、仮にもしみんなが自分が買ったものをすごい大切にして長く使うようになっちゃったら、資本主義っていう観点からしたらすごい困るわけです。みんな物買わないから物売れなくなっちゃう。で、資本主義、今の特に資本主義っていうのはとにかくやっぱりどんどん物を新しく作って、でそれを買ってもらわなきゃいけない。でもそのためにはやっぱり人々は無限に物は持てないんで、やっぱり捨ててもらわなきゃいけないですね。でも実際買うものって言ったら、まあ100円ショップのものだったり、ユニクロみたいなこうファストファッションとかですけど、まあこう別に本当に必要がないかもわかんないんですね。広告とかデザインとかでこう華やかで店頭で見てると、あ、これいるかも。で、そういうこう欲求をもうすでに私たちは物をいっぱい十分に持ってるんですよ。普通に生活する上では、今回のコロナで分かったように別に家にいるだけであれば別にそんな物いらない。でも、やっぱり一つ外に出ると、もういろんな情報が入ってきて、まあ、インスタグラムでもいいですし、とにかく、あ、買わなきゃって、こう刺激がどん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 、いや、すごい入ってくるんですよね。こういう仕事って、広告とかデザインっていうのが、
今すごいエネルギーとか、まあ、プラスチック製品でもそうだし、電気代もちろん含めて、すごいエネルギーを使って、で、いらないものを、実はいらないものを作り出しているっていうのがすごい矛盾なんですね。で、いらないから結局買っても、まあ、服とかも着ないで捨てちゃうとかあるじゃないですか。そういうのが、さっき最初に言ったゴミの人たちに押し付けられて、これまさに階級の問題です。一部の華やかな人たちがいろんなものを作って、すごいいい暮らししている風なんだけど、その末端っていうのは全然スポットライトも当たらなくて、もうそれが結局どこに行くかっていうのも我々知らない。でもそのせいで、もう大量生産、大量消費のせいで、もう地球上っていうのも掘り返し尽くされて、で、その結果、さらにゴミで溢れてしまっているって、もうとんでもない状況。このまま行ったら本当にどう考えても滅ぶだろうっていうようなところに来てしまっているっていうことですね。ゴミに向き合わなければ、やっぱり絶対問題解決しないっていう。はい、田代さん。今斉藤さんがおっしゃったような、まあ、所有したいとか、まあ、消費したいあの人より多く持ちたいっていう欲望って結構気持ちいい欲望だと思っていて、例えばショッピングでストレス解消するとか、まあ、断捨離が気持ちいいとかそうだと思うんですけど、でこの欲望っていうのはその社会にもう、まあ、広告とか含めて社会に作られてしまってるのか、それとも人間っていうのはとにかく選択をしていきたい、選択って選ぶ方の選択、だからいろんなものがあってその中から自分のお気に入りを見つけていくっていうことがに価値があるような気もするんですけど、そういう欲望もこの社会に作られたものだと思いますか？どなたでも私の問いです。藤原さん、はい、ありがとうございます。先ほどの田代さんのお話その通りで、斉藤さんとおっしゃったように、やっぱり私たち結構自分の思っている以上の欲望を駆り立てられる。で、それ何かっていうと、多分パッケージとかですね、広告とかいう形で、その例えば私食の研究してるんですけど、食べ物の周りにこう例えば北海道産って書いてあるだけで、牛乳が美味しく、アイスクリームが美味しく感じると思うんですけど、それを書くためのインクとプラスチックケースと、そういうものをお膳立てして、でそれで広告のに代理店にお金を払って、私たちはアイスクリームを北海道だなと思って食べるんですけど、そこにやっぱり原価よりも多分、よく言われますけど、原価の、2倍、3倍、4倍ぐらいのパッケージと広告料を使って、まあ、私たち食品を食べてる。これが斉藤さんの言うところの、まあ、資本、まあ、キャピタリズムの一つの、からくりなんですよね。そこを僕は見なきゃいけないなと思ってます。なるほど。欲望、ゴミっていうのがすごくこう日常的で、まあ、田代さんが考えたことがないというふうに言ってましたけど、実はこう見えなくされているものであり、そして同時に私たちの欲望とか資本主義っていうものとこう分かち難く結びついているものだっていうことをよくわかると思うんですけれども、ここでちょっとですね、キーワードとなるですね、言葉を藤原さんからご紹介いただきたいんですけれども、こう資本主義との関わりの中でこうゴミというものを考えるときに、まあ、こういったことが合わせて考えるといいんじゃないかということで、人新世というキーワードなんですけれども、こちらご紹介いただいてもいいですか？はい、私は実はそんなに詳しくないので、後で斉藤さんに補っていただきたいんですけど、地質学でですね、人新世、つまり人間がある意味大きな経済活動をしてきた痕跡が残りまくる地質っていうのが出てきたと。で、その地質は今までと違ったものとしてちゃんと定義しないといけないんじゃないかっていうふうな、動きが、単にですね、その自然科学ではなくて、人文社会科学の方でも動いてきていて、それを、まあ、哲学、思想、歴史学で検討しようという、まあ、結構ブームになっているものなんです。で、これゴミと関係するんですよね。つまりどういうことかというと、ゴミっていう定義は、いわゆる生態学的に言うと分解者たちですね。つまりその微生物やそういうミミズとかが食い切れないものが、食べられないものがその土壌の中に残って、あるいは、海洋の中にいっぱいプラスチックのようなものが残っていく、そういうのがそのゴミの定義だとしたら、この人新世の層っていうのはそういうプラスチックとか放射性廃棄物とかそういうもので溢れていて、これは全然今までとは違った人間がもう世界を変えていくようなもの、そういう時代になってしまう、気候変動も含めてですが、そういうことを、まあ、批判的に捉えようというものなんですね。
もうちょっと詳しく見るために、すいませんが、ちょっとこのデータを見ていただけたらと思うんですけど、はい。これは18世紀以降の自然の変化を、まあ、ダイジェスト版でバーッとこう書いてあるものですね。で、これちょっと見づらいのでバーッと言っちゃいますけど、上からですね、上3つは、温暖化をもたらすような、例えば CO2 とか、それから、なんだっけ、これ、一酸化二窒素とかですね、メタンとか、そういうものの濃度がやっぱり、2000年ぐらいから急激に上がっている。これまで丘だったのが崖になっているっていうふうなのが見えてくると思いますね。それからその次はオゾン層ですね。北半球の、表面の温度とか、洪水の量とか、そういうふうなもの。それから、エビの、その下に行くと、魚ですね。それからエビの、養殖をしているとことか。さらにその下に行くと、一番右の下を見ていくとですね、これは絶滅危惧種、絶滅した生物の種がどれぐらい増えているかっていうのが書かれてあるように、本当に私たちが生きている20世紀というのは人口の爆発もそうですけど、極めて例外的な崖を生きていると。で、私たちは18世紀以前まではある意味なだらかな丘を、まあ、ハイキングしてたのが、急にこう、はい、こういうふうな、こう、崖登りのような世界を生きるようになったっていうのは、こういうの図からも見えてくるんです。で、それゆえに、大量生産、大量廃棄の、まあ、社会が、私たちの当たり前になっていて、それが、この、層にさえ、地層にさえ、こう、目に見えてわかるようになった。これがまさに、人新世の、概念が私たちに警告しているものだと思いますね。はい。はい、ちょっと衝撃的な図ですよね。斉藤さんとかはいかがですか、人新世について。そうですね、まあ、馴染みのない言葉だと思うんですけれども、言ってることはすごい単純で、その要するに地球上のどこを見回しても、もう人間の手がかかっていないようなところは1ミリも存在しない。それまあ道路もそうだし、農地もそうだし、ゴミ捨て場もそうだし、ダムもそうだし、海を見れば海洋プラスチックゴミだし、大気を見れば人間の活動が出した二酸化炭素も、こうあらゆるところが、もうすべて人間の出したものによって覆われてしまっている。で、本当であればね、こういうものって人間が別に出して、それが自然のいろんな微生物とか、いろんなものによって分解されうるはずなんですね。だけれども、もうあまりにも、その生産のスピードの方が上がってしまって、分解を上回るようなペースで、どん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 何でも作っていくって、そういう状況が、まさに人新世なんですね。でもこれって本当に資本主義に特殊なもので、もともと人間と自然っていうのはもう、こういう循環の過程を生きてきた。だけれども資本主義の論理っていうのは、とにかく多く生産しよう。とにかく多く消費させようっていうことで、その後のこのゴミが、っていう、あとのその市場から覗いた後、その消費の後の次元っていうのが、もう完全に抜け落ちちゃったって。そういう状況が、本来の自然と人間の関わり合いが、やっぱり資本主義によってすごい歪められているっていう状況が、まさにこの人新世によって現れているんだろうなっていうことですね。はい、ありがとうございます。何か付け加えて人新世について、考えがある方とかはいますか？こう、作られた、あ、ごめんなさい、ゴチさんどうぞ。なんか、そう、面白い。全然話戻っちゃうんですけど、やっぱりこう、ね、資本主義によって、なんかこう、欲望っていうのが、いろんなものから切り離されてるんだなっていうのはちょっと思う。だから漂白されてるっていうか分かんないけど、なんか、その、not in my backyard っていう言葉とか思い出したりするんですけど、だからどこから来てどこに行くかっていうのが全く切り離されて、もうその、もうその時だけの、欲望をすごいかき立てられてる。で、本当は絶対なんかそれってつながりがあることで、人間だったら、もっと遡っていけばですよ。その漂白される以前だったら、こんなことしちゃったらまずいよねみたいな話とか、その、最初のね、レイナさんの話じゃないけど、こんな捨ててんのってなんか違和感あるよね、みたいな。そういう気持ちとかもどんどん削られて。で、そういうのはなんかすごく思ったのは、まあ、その、ノーニクスとかやる前に大人の社会見学してる時に、例えば、軍艦島とか、
昔炭鉱だった島とかもう平気で打ち捨てられてるわけですよ。そんなこと誰も知らない。勝手にエネルギーは石炭から石油になり、そして原子力になるのか分かんないけど、そんなこと誰も気にしてない。僕たちは今楽しきゃいいじゃないかって、ジャブジャブ何かを使えばいいみたいな。でゴミもポイって捨てる。でも僕友達のそのゴミ関係の人に聞いてね、びっくりしたんだけど、ゴミの最終処分場、焼却した灰の最終処分場を持ってない自治体ってすごくたくさんあるんです。っていうかそっちの方がむしろ多いんだってこと。自分の町で燃やしたものを埋め立てる場所を持ってないから、お金を払って埋め立ててもらってるその自治体っていうのがほとんどだっていう話を聞いて、そうなのみたいな。そんなことも考えずに、どこに行くかなんて一切考えずに捨ててる。そう。で、かつなんかほら、広告とかではさ、今まあ電通が話題だけど、とにかくそういう人たちがさ、僕たちの欲望をかき立てていくわけじゃない。それについても僕はすごい長年めちゃくちゃ疑問があって、どうして芸術大学とか落ちたトップクリエイターがみんな広告を作るのかっていうのはよくわからない。で、これってすごい歪んでる。だって、アートの勉強してなんで広告に着地するんだろうみたいな。で、そこでなんかでも例えば、でももしかしたら広告が変わったら世の中って変わるかなっていう希望ももちろんあるんですよ。そのトップクリエイターがいるわけで。その僕たちの欲望の向きをもう少しちゃんと、なんて言うんだろう、軌道修正してくれたらね、うまくいくんじゃないかなとか思ったりとかね。うん、どうですか？そういうことを思ったりしたんですけど、なんかそんなこと皆さんと話したいと思ったりして。田代さん。なんか合理的でないシステムなんだなっていうのは結構再確認しました。っていうのは、まあ、資本主義っていうのは、まあ、経済合理性の上で成り立っているって言われて、すごい合理的に物事を進むシステムだっていうふうに、人々から、まあ、信仰されてたと思うんですけど、こう、蓋を開けてみたら、超非合理的で、だってお金がかかるし、修理できないし、ゴミ増えるし、生産されるスピードの方が速かったら、もう地球は終わるしかないじゃないですか。で、その経済合理性って私たちが言って信奉してたものの裏に我々のただの欲望があったっていうのは結構滑稽な話だなとは今思いました。感想です。そうですね。皆さんのコメントも見ているんですけれども、こういったその作られた欲求、その資本主義とのつながりで私たちがこう駆り立てられているっていうことがある一方で、こちらコメントでですね、後ほど視聴者の皆さんから問いを募ってしっかりと取り上げていくんですけれども、コロナで飲食店を応援するためにテイクアウトをすると容器がゴミとなるすごいストレスですっていうコメントがあって。これはすごく私はそうだなっていうふうに思って、やっぱりコロナでこうテイクアウトが増えてですね、もう衝撃ですよね。こんなにゴミが出ちゃうんだって、すぐゴミ袋がいっぱいになってしまって、こう泣く泣くゴミを出さなきゃいけない。で、なんかおかしいなって思いながらもこうゴミを出し続けるみたいな私たちも現にいるわけですよね。なんか商品を買うときに必ずゴミも買わなきゃいけないじゃないですか。うん。あれどうにか商品だけ欲しいですよね。斉藤さんお願いします。そうだからもうそのエシカルな消費とかその個人レベルの意識じゃもう変えられないんですよね。みんなで意識ちょっと変えましょうみたいなところではどうしようもない。だってもうそういうものしか売ってないんですからね。そうであればやっぱり国であるとか自治体とかのレベルでやっぱりもうこういうものは作ってはいけないとかそういうことをやらなきゃいけないんだけれども。いやいや、でもそういう、競争とかを制限したりとか、勝手にやっぱり政府がやるのは良くないっていうような、潮流が依然として根強い。だけど、やっぱ環境問題とかに関して言えば、そういう規制を作っていくっていうことも、今後、まあ、広告の見直しとかも含めてですね、規制とかっていうのはやっぱりすごい重要になってくるはずだと思いますね。うん。藤原さん。すいません。まあ、今のお話ですね、とつなげていきたいと思うんですけど、もともと PR っていう言葉、第一次大戦の後にアメリカで出てくるんですが、これ PR ってパブリックリレーションズなんですね、もともとの意味。パブリックに関係をつないでいくという意味で、で、これがいつの間にか広告というふうな方向へ、まあ、大きく舵を切ってしまったけれども、私たちはもうちょっとリレーションズを面白く、おかしくすることで、実は斉藤さんのおっしゃった方向、この、持ってき方。例えば、昔、シンガポールの屋台とかだったら、まあ、日本もそうでしたけど、自分でお椀持っていくわけですよね。お椀持ってて、入れてって言って、持っていけば、とりあえず、プラスチックは出ないというふうな、まあ、すごくわかりやすい例ですけど、
で、それをやっぱりこう、単に一人一人の、さっき斉藤さんおっしゃったように倫理ではなくて、仕組みを作り直していくっていうのはすごく面白いと思いますし、もう一つミルさんがさっき言ってらっしゃった、このゴミの世界とか分解の世界ってやっぱアウトローの世界だった。アウトロー、つまり、例えばイタリアだったらマフィアですけど、マフィアの方々って今環境マフィアっていうふうに言われていて、つまり環境、ゴミの問題をこう、扱うことによって、こう、なんとか生き延びようとされている方が多いらしいんですけど、まあそういうふうな、ものであったり、あと、やっぱゴミを捨てたものをもう一回取り戻すとか、江戸時代だったらそれは被差別を、差別されて、身分的に、身分制によって、そういうゴミを拾うということをされ、固定されていたわけですよ、そういう人たちが。だから、やっぱり、もう一回この仕組みそのものを疑っていかないと、本当に人の個人個人の思いで頑張りましょうってなるのはちょっとまずいなっていうのは賛成です。はい、ミル君どうぞ。それこそ今斉藤さんとか藤原さんがおっしゃっていた話って、その、なんていうんですか、そのゴミにまつわるものを資本主義社会の中に、資本主義社会の中で有効なルールとして組み込んでいくっていう話ですよね。それこそ、そういうルールの中でゴミを使うことがちゃんと制度化されていかないと変わっていかないっていう話ですよね。うん、そう。はい、あ、斉藤さん。まあでも結構企業っていうか、まあ資本すごいんですよね。だから この間結構こんまりとか流行ってたじゃないですか。断捨離、さっきも断捨離の話出ましたけど、断捨離して、まあそのゴミ出るんですけど、まあ、一旦こうシンプルにして生活見直そうぜ、みたいな。で、特に結構コロナでみんな外出しなくなったりして服もいらないし、ちょっと捨てるかとか、メルカリで売るかとかなってるんですけど、結局それが、また買うための、こう、始まりになってしまう。で、つまりちょっとまたそれで気を緩めると、今度今すごいファッション業界とか、もうサステイナビリティ一色ですよね。ふざけんなよ、みたいな。どんだけ、やっぱりファッション産業ってすごい今、世界的に見ても、第二の産業とかですね。その地球に負荷をかけている。で、それでまあ形だけでサステイナビリティっていう言葉が出てくるんだけど、まあ依然として未だにこうシーズンごとに、服を作って、ショーをやって、で、売れないものは、まあ、とにかくセールでもいいし、売って、でも売れなかったらもう捨てるみたいな。そういう、こう、短期的なサイクルで、ちょっと次のシーズンと見たら、いつのシーズンか分かんないような服、どうせ似たようなの作ってるんだから、ずっと売ってりゃいいのに、そういうことをしてるわけですよね。そういう人たちがサステナビリティとか言って、さっき後藤さんが言ったみたいに、すごい才能があって、いい大学出てるのに、そういうのに利用されちゃってる。そこにやっぱり、その、広告の人たちももっと怒りを持って立ち上がってほしいな。はい、ミル君。その今まさにファッションの話が出てすごい思い出したんですけど、いわゆる古着っていうものが着られるようにな、一般的に着られるようになってきたのってすごい90年代以降の流れだと思うんですけど、で特にその中で象徴的なのってやっぱこうヴィンテージのジーパンだと思うんですね。でこの前リーバイス、もうリーバイスといえばもう大量消費、アメリカのジーパンのもう王道の象徴ですよ。のリーバイスの、原宿かどこかの旗艦店に行ったらびっくりしたのは、リーバイスのその新品を売るお店の中で、リーバイスのヴィンテージのものが、リーバイス本家が堂々と仕入れてきて売ってるんですよ。で、それってもちろんこう古着市場が活性化していく中で、こう何年代のリーバイスはヒゲがついててすごいとか、なんかそういうことがどんどん記号として欲望をそそるものとしてなっていった、こう、最後のこう、行き着く先として、なんとこう、新品を売っている本体のリーバイスが、自分のところのヴィンテージの古着のリサイクルのものを仕入れて、で記号的なすごい古いリーバイス、素晴らしいリーバイスですっていう価値をつけてなんか売ってるって、なんかすごい、おお何が起きてんだっていう気持ちでびっくりしたことを思い出しました。そうですね、やっぱりこうカンパニー、企業の責任っていうこともやっぱり考えなきゃいけないですよね。あ、ゴチさんどうぞ。ミュージシャンとかやってるとやっぱりこうね、それも本当責任あるなと思っていて、例えば雑誌とか出ても毎回こうなんだろう、撮影ごと服着替えさせられたりするわけですよね。まあデビュー当時の俺とかはちょっと逆方向にとんがってたんで、毎回似たような服着てたんですよ、ずっと家からもうね、なんかそれで寝てたのかっていうのが学校で言ってたんですけど、それは綺麗な格好したくなくてってもあって、でもやっぱりね、雑誌の編集長とかにね、ゴッチはなんでいつも同じ服着てんだみたいなこと言われるわけですよね。いや、いいじゃねえかみたいな。その時はなんかそういう
なんかエコ系のブランドのジャケットが好きで着てたんですよ。ずっと着回してるっていうか、ずっとね。でもそういうことに対する理解もないし、例えばまあなんかいくつかさ、ほら、あの雑誌とかも同じ格好で出ちゃったりとか、まあ、例えば取材の後にラジオとかなんか出て、その宣材写真みたいなパチって撮った記念撮影したら、その服だったりすると、また同じ服着てみたいなことを、ファンの人も言ってくることがあるみたいな。で、まあ、もしかしたら僕たちも誰かのファンとしてそんなこと思ってるのかもしれないし、まあ、そういうとこもなんかなんだろう、バーっていろんなことをさ、ほら、あの、こうだ、ファンなんとかだと言っちゃうけど、自分にも悪いとこいっぱいあるなって今ね、聞きながら思いましたという話ですね。やっぱり全然。なんかせんべいとかも、ほら、割れてたら怒っちゃったりするじゃない。クッキーとか。で、そうするとなんかやっぱ個別包装にしてガス詰めて割れないようにしてとかなるわけで、そういうの野菜買うときもそうかもしれないし、なんか確かに斉藤先生がおっしゃるように、斉藤さんがね、おっしゃるように、企業もそれはやめた方がいいことなんだけど、一方で僕たちのクレームが企業を縛ってるところもあったりとか、そういう意味ではなんか総合的ななんか縛り方になってるんじゃないかなっていうのは思いました。僕も反省しなきゃっていう意見です。はい。はい、ありがとうございます。コメントにもですね、反省のコメントといいますか、来てるんですけれども、まあ、例えばですね、広告制作会社で働いていたけれど、後藤さんの言う矛盾に気づいて仕事を辞めたと。それでもメッセージを送るのに有効な方法がゴミであるということも考えなくてはいけないとかですね、まあ、自分も、広告系をやっていたけれどもっていうふうに、考えてらっしゃる方も、コメントがかなり出てきていますね。で、まあ、このようにですね、まあ、企業の責任であるし、同時に個人の責任でもあるし、こう、いろいろとこう、顧みるところもあるんですけれども、でも、やっぱり同時に、お話にあったようにですね、やっぱりその個人の倫理観であるとか、まあ、良心みたいなものに頼っていては、やっぱりまずくてですね、仕組みそのものをきちんと問い直さなきゃいけないっていうことも、かなり必要だと思います。ということで、次のテーマ、に行きたいと思うんですけれども、ちょうどつながるわけですよね。まあじゃあこの資本主義社会の中で、まあ私たちはゴミと、じゃあどう付き合ったらいいんだろうかと。まあこういったことも、加えて考えていかなくてはいけない。で、これはもちろん個人だけじゃなくって、仕組みを考える上で私たちはどのように考えたらいいのだろうかというところも当然考えなくてはいけないわけですけれども、どうですかね、皆さん。ここにはやはり分解っていうところが、関わってきたりだとか、それこそ藤原さんの本がかなりヒントになるのかなとも思うんですが、どなたかいかがでしょうか。あ、じゃあ藤原さんお願いします。そうですね。僕は結構修理というのがキーワードになるんじゃないかと思っていて、で、さっきの話のちょっとつながりからちょっと遠回りしていきますけど、もったいないって言葉ブームですよね。流行って、マータイさんが流行らせましたけど、今あれ商標登録されて商品になってるんですね。もったいないグッズっていうのがものすごく、毎日新聞が商標登録して売れて、もったいない風呂敷とか、出てきているんですけれども、そっちに行くんじゃなくて、そうではない形で、こう、物が修理しやすいシステムを作っていく。例えば、分解の哲学でも書きましたけど、掃除機、一回うちの掃除機バコって壊れちゃって、それを直そうと思っていろいろやってたら、実はすごく単純なところが壊れてた。つまり、ホースがビヨーンって伸びる、この伸びる、ビヨーンって伸びるところに電線が入ってて、この電線が焼け焦げただけなんですね。でも、その焼け焦げただけのせいで、多分こう、バーンとこう、掃除機新しく買い替えるギリギリだったんだけど、それをハンダゴテでピッピッってつなげて、ピッてこう巻くだけで、なんとさらに寿命3年伸びてるんですね。これ結構これは結構やってはいけませんってこう、あれ書いてあったんですよ。自分で勝手に修理したいけど。でもそれで、その修理しやすい風な風にこう、ものを作りな、メーカーの人が作ってくれれば、だって部品めちゃめちゃ高いじゃないですか。こう、修理してくださいって電話しても、保証期間切れたら、例えば5万円ぐらいかかりますとか言って、結局買った方がいいじゃんみたいな風になるので、なんていうか、やっぱ直したものってすごく愛着湧く。今でも掃除機、よしよし頑張れ頑張れっつって、愛着湧いてくるっていうのもあります。なんかその辺がキーワードじゃないかなと思ってますね。うんうん、なるほど。ご本の中でナポリ人の例を使われてましたよね。あれもすごく面白く読んだんですけれども。壊れてないと心が。
踊らないっていうのは面白いですよね。面白いですよね。あ、でも確かにこう私たちってこう修理をするっていうことで、こう真にこう物と深く関わったりとかすることがあって、っていうのもやっぱりそれがどういう仕組みなのかっていうことを意識したりだとか、それをこう手で触ってこう考えてっていうプロセスがあるので、こう何かまた別の関わり方が物とできるんじゃないかっていうこともすごく感じられたんですけれども、他の方、はい、すぐ終わりますけど、ゴッチさんがおっしゃってたように。やっぱ切り離されすぎなんです。なんかこう、欲望が物から切り離されて、パタパタパタってこう空中を飛んでいるみたいな感じだ。もう一回こうペタッとくっついて、物の、さっき永井さんおっしゃって、仕組みをもう一回気づくって大事だなと思います。うんうんうん。他の方いかがですか？はい、ゴチさん。で、じゃあ一つだけ、あとその欲望の切り離され方一つだけと思うのは、あと欲望っていうのがその斉藤さんの話にもつながるけど、何を欲望するかも階層分けされてて、なんかそこになんかこう、横断がないというか、だから、それも問題なんじゃないかっていう気がすごいするんですよね。だからこう欲望によってこう、いろんなものが囲い込まれてるっていうかね、その、さっきもお話しされてましたけど、富裕層が欲望してるものと、その、例えば僕、一般市民が欲望してるものが違うとか、まあそれはなんか仕事とかで違うとかあるかもしれないけど、その、ミュージシャンが機材欲しいとか、まあ、そういうのは別でですよ。なんかそういうのの分け方っていうのもありますよね。なんか、こう、階層、欲望自体がこう、なんて言うんだろう、そのものも純粋なものにされてるし、こう、順位付けされていくというか、で、お互いがお互いの欲望が見えない。じゃないと、今とかも政権の政策とかも、あれ、なんか俺たちの今欲しいもんよく分かってないのかなみたいなことが、そういう時に起きるんじゃないかなとかも思ったりして。はい。はい、あ、斉藤さん先ほど手を挙げられていたんですけれども、ああ、はい、よろしいですか。はい、まあ、そのだからさっきの話で言うと広告がすごい問題だったわけですけれど、まあ、もう一個やっぱり並んで資本主義ですごい問題なのがこの計画的陳腐化、まあ、この文化哲学の中でも出てきますけれど、要するに数年使うと、あの、もうモデルチェンジをして、でもう部品が手に入らないので新しいの買ってくださいが、まあ、新しく買う方が安いみたいな状況になってしまうと、もう人々はどんだけエシカルでも、もう強制的に新しいものを買わざるを得なくなる。これはもう企業がまあ計画的に強いてるんですね。これを計画的陳腐化っていうんですよね。で、まあ、これがないと逆に資本が困ってしまって、だってみんながもし冷蔵庫やテレビを20年、30年使うようになったら売れなくなっちゃうわけですよね。だからちょっとが壊れただけでも、必ず買ってもらえるように、私たちからまあ言ったら修理をする能力も奪っていって、もうだ部品とか全部奪っていっちゃうんですね。で、私たちしかも忙しかったですね。時間も資本に奪われてるから、もう修理をするためのそういう余裕っていうのがどんどん奪われていくと、結局どん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 商品に依存するような生き方になっていってしまう。で、僕はそのやっぱり解決策は、やっぱりこの広告の禁止、まあ、禁止って強い言葉ですけど、広告をやっぱり抑制することであり、計画的陳腐化っていうのは、まあ、本当に禁止した方がいいと思いますね。で、そうすると、僕はまあここで最後ね、藤原さんとちょっと意見が違うんだけど、それはやっぱり労働の問題につながってくる。計画的陳腐化をやめることで、つまりゴミ問題を解決するためにこそ、この計画的陳腐化をやめる。そうすると結局労働が変わってくるんです。働く時間が減っていく。私たちってやっぱりもうそういう計画的陳腐化のせいで、もっと物を作らなきゃいけないんで、そのせいでもっと働かなきゃいけないんですよ。で、それやめれば、働く時間も減るし、そしたらもう、その分だけ他の活動ができるし、働きすぎなければ、まあ僕たち、要するに働くことによって地球壊してるので、もうこの働くことがいい、働くことが偉い、それでもう生活保護とか悪い、怠けてるみたいな、そういう価値観からも脱却していくっていうのが、最終的に今日の坂本さんの人間にも自然にも優しい社会、経済に移行することなんじゃないかっていう、まあそういう感じですね。そうですよね。福祉制度ですらワークファーストというか、まずは働きなさいっていう制度になってしまっていて、なぜか私たちはもうとにかく働かされて、そしてとにかくゴミを作っているという、もう本当にこう、あのサイクルが加速してしまっていると思うんですけれども、先ほど手を挙げた田代さん、いかがですか？あ、マイクをオンにしてください。
はい、すいません。欲望とは、皆さんの話を聞きながら欲望って何だろうって考えてたんですけど、欲望している状態ってすごい自由を感じているんですね、私は。例えば欲しいものが買える、捨てたいものが捨てられる、もう何億個ある商品だから自分で選べる。で、それを、たとえその、広告代理店に思わされてるんだよとか、言われたとしても、やっぱ選んでるっていう意識ってすごい自由を感じてる、ことなのかなと思う。だからこの欲望が、止まらないんだと思うんですけど、その資本主義における自由の問題、この、欲望がうごめく、社会の中で、私たちはどうやって自由を感じたらいいのかなっていうのをすごいさっきから考えていました。なんか自由っていう概念が私の中から出てきたんですけど、これに関して少し掘り下げてもいいですか。どうですかね。斉藤先生とかにちょっと聞いてみたいです。まあもう、やっぱり認識を我々やっぱり改めなきゃいけないところに来ていて、そういう状態が資本の奴隷なんだっていうことですよね。うん、奴隷状態。全然自由と真逆。自由が真逆なんです。これを自由と思わされてることが資本の思うままなんです、ね。これがしょうがない。これだって奴隷だって、それも奴隷、お前が奴隷なのは当たり前だって、あ、そうか、俺は奴隷かと思ってたら、それがまあまあこういうもんかな、生活はと思うんだけど、ね、うん、そうじゃないって気がついたときに、これマルクスも言ってるんですけど、やっぱり奴隷は立ち上がって自由を獲得しようとしたんですよね。私たちもやっぱりこの生活って実はむしろ阻害されてるんじゃないかなって気がついたり見直したりすることって始まりの一歩になるんじゃないかなと思います、うんうん、いきなり自由にはなれないけどね、まずそれを認識して考えるっていうのはすごい重要だと、うん、なんか あじゃあゴッチさん先にお願いします、はい、あ、だから音楽って結構そういう時にすごいいい比喩になって、音楽の価値って割とまあなんだろう、僕らがデビューする前とかってまあ何百万枚売れたとか、まあ今でもそういうのがあるかもしれない、ランキングっていうのがあって1位取ったら偉いとか、でも音楽の価値って本当にそこにあるのかよっていうのはすごく思うとこじゃないですか。売ったやつが偉いのかとか、その音楽が本当にいいのか、まあ確かにいいものだから聞かれるっていう考え方もあるかもしれないけど、売れたものだけがいいってわけじゃないっていうのはみんなよくわかってることなんですよね。でもミュージシャンとかやってるとやっぱり売り上げとか気にならないって言ったら、なんだろう、売り上げってとこじゃなくてどれぐらいの人が聞いてくれたのかってことかもしれないんだけど、それにまあこう資本主義的な考え方がどうしてもこう紐づきすぎちゃってる。でライブとかやっても思うんだけど、数十万人の前でやる演奏がそれだけで幸せかってそういうわけじゃないですよね。数の勝負してるわけじゃないから、たった5人とか前にしてもすごく素晴らしい濃密な空間を作ることってできると思うし、あ、この音楽にはこの人数だなってのが合致したとき、それすごい美しい景色になるし、だからなんか、まあこれは自分の反省ですけど、音楽の側もものすごくその資本主義に引っ張られてやってきすぎているという気もしますね。やっぱね、CD ってプラスチックゴミなわけじゃないですか、基本的には。あれ100年、持つメディアじゃないわけですよ。途中で劣化してデータを入れられなくなっちゃうわけで。でそういう反省、まあ、ジャケットに対する愛着もあるけど、一方で自分たちが作り続けて、売り続けてきたものって何なんだろうなっていうのはすごく考えなきゃいけなくて、だからやっぱり、なんだろうな、そういうとこにもある。ミュージシャンの自由っていうのも、本当はそういうお金とかに縛られないところに、ある種の自由があるんじゃないかなって思うんですよね。だから、なんか、どこかでこう、ちょっと、ぐわーっといろんなものが混じって、僕たちの自由っていうのも、なんだろう、斉藤さんが言うように、おっしゃるように、歪んでしまった。ある種の奴隷化してしまったお金の、そういうとこあるんじゃないかなって今、聞きながら思いまして、ごめんね、ミル君、奪っちゃって。はい。ミル君、どうぞ。その本当に斉藤さんが言ってたように私たちすごい働くとか成長するとか生産するとか、とにかく何かこう生産的に前へ前へ進んで何かをこう生み出したりちゃんと勤勉に働いたりすることがすごい善であるように刷り込まれていて、すごい何て言うんですか、その生産、とにかく働く時間がそういうものによってこうもう埋め込まれているっていうのがある一方で、すごいなんかもはや今そういう働く時間じゃない余暇の時間、いわゆるレジャーの時間みたいなものもすごくある種搾取されているなっていうのをすごい感じていて、例えば別に家でじゃあ空いた時間でこうやって YouTube 見ている時も、我々がクリックしたデータはちゃんと
Google さんに転送されて、ある種のデータとして提供されて、で我々が YouTube で見る広告もちゃんと Google さんとそのクライアントとお金になって、なんか我々のすごい、それこそいろんな人とスマホでやり取りするにしろ何にしろ、なんかもうミクロにするいろんな行動がすごいでかい資本の中でなんか搾取されている感じがしていて、すごいだからなんか一番自由を感じるのって、すごい何もかも世の中と連絡を取って山にこもったりするとき、デジタルデトックスするときが一番自由なんじゃないかみたいな気持ちが結構するんですけど、なんか皆さんどうですか？結構スマホ持ってるだけでもう自由じゃないなみたいな気持ちになるんですけど、僕は。藤原さんはいかがですか？はい、今の一連の流れから思い浮かぶ言葉は一つ、アルバイト・マハト・フライっていう、ナチス の強制収容所に掲げられた、労働は人を自由にするという言葉ですね。これは、要は、ミュンヘンの近くにあるダハウという、まあ、ナチスの初めて作った強制収容所のモットーとして、世界からいろいろ来た視察団に、ナチスはこんな素晴らしいことをしてるんだよっていうことをアピールする言葉だったと思いますけど、やっぱりあれ、斉藤さんがさっきおっしゃった、その労働というものが、を一生懸命働くことで、こう、資本主義にこう貢献して、で、それが、実はあなたにとって自由なんだよっていうことを、まあ、伝えるものだったと思うんですけれども、やっぱりここに、まあ、一つ、なんて言うんでしょうね、落とし穴があるっていうのは、その通りだと思っています。で、だから自由って何か、労働して働いて、立派な市民になっていく。つまり、この、アルバイト・マハト・フライっていう、この、労働は人を自由にするっていう言葉、もともとどっから来てるかっていうと、シュタトルフとマハト・フライなから来てるんです。これ何かっていうと、世界史で皆さん習ったかもしれないですけど、都市の空気は人を自由にするっていうのと同じ言葉から来てるんです。これは中世の時に、農奴制から奴隷状態から逃げてきた人たちが都市に入って、366日間都市に隠れたら、初めて市民として自由になれるということを表しているわけですよね。だからその、ある意味こう、ナチスはそういうことをしなくても、働くことがもう人間として自由だってことを言ってしまった。で、これある意味すごく、今の社会にもつながっていく。だけど、私が自由っていうのは、さっきその、田代さんおっしゃった、その、何かをつかみ、何かいろいろ選択肢の中から選んで私は自由になったっていうのだけじゃなくて、なんていうか、自分はこれでもいいんだっていうかな、その、例えば、自分の心、すごく弱いところがあったりとか、ひびが入ってたりとか、その、私も商品なんですね。労働力として商品として、ここにぶら下げて値段をって、こう、商品として売られてるので、傷がないようにして一生懸命商品流通システムの中に入ってますけど、いや、傷あっていいんだよねっていう風に思えるときになんか自由を感じるような、気が私はするんで、それがゴッチさんのおっしゃった音楽でも5人聞いて、これで通じ合えばいいよねっていうのとちょっとつながってると僕は思ってるんですね。田代さん、今の藤原さんのお話を聞いて、その、まあ、物として機能しなくなったものがゴミだとしたら、その同じように人間として機能してないとみなされた人をこの社会はゴミ扱いしてるなっていうふうに思って、ちょっと社会のことを今考えてたんですけど、例えばその私たちが機能してる人間って、まあ、呼んでるのは、まあ、生産性がある人ですよね。で、まあ、重度の障害者とか老人とか、まあ、生産性がない人はこの歴史を見てもずっと切り捨てられてきた、まあ、今の日本でもそうだと思うんですけど、なんかゴミとして捨てられないかっていう恐怖の中でずっと生きてるような感じがして、まあ、それが最初のお話にもつながる、こうもう前に進め進めってい こう圧力で本当しんどい思いしてる人がいるっていうのはそうなんですけど、なんかそういう考え方が、まあ、資本主義で生まれたわけではなく、その資本主義の中で加速したのかなってちょっと今考えていて、で、そういう、まあ、優生思想とか、あとはまあ自立したものが考えられる完璧な、人がこの社会には必要だみたいな、まあ、ちょっと自己責任論とかにもつながると思うんですけど、なんかそういう社会が、例えば2016年の相模原の殺傷事件、障害者施設での殺傷事件とかが起きてしまったのかなとか、なんかそういう社会の仕組み自体が、なんていうんですかね、もう生産性あるないで、もうゴミかゴミじゃないかっていうところで測られてる感じがして、まあ、だから私たちも生き急ぐしかなくなってしまうなっていうことを今ちょっと考えました。うん。藤原さん。はい、だから生きるに、そうですね、田代さんのおっしゃるとおり、生きるに値しない性という概念をやっぱナチスは作って、
分断していったわけですけど、はい、これは労働っていうのはやっぱり中心にあると思うんですよね。うん、これだともうちょっとこう砕いて、働きって例えば言葉にして、これだったら、生物だけじゃなくて、人間だけじゃなくて、他の生物にも当てはまっていくだろうし、から、その、例えばかつて農村ではこう、労働を働いまあ、一生懸命農作業してましたけど、昼寝っていうのもすごく大事な働きだったわけですよね。昼寝しないともう午後回復しないんで。だけど、これは近代労働観からすると、怠業ですから、私の、例えば、工場で私がここって寝てたら、これは怠業として、賃金引かれるわけですけど、もうちょっとそこ崩していくっていうことですね。それが、先ほど田代さんおっしゃった、例えば、障害者というくくりで、これは働く人に値しないということで排除していくような、そういう世界を築き上げてしまうということだと思いますね。そうですね。この排除、ごめんなさい。この排除の、この、なんていうんですかね、力っていうのは非常に強くて、強いなっていうのはすごく感じていて、っていうのも、私は哲学者の、ヌスバムっていう哲学者がすごく好きなんですけれども、彼女が感情と法っていう本で、嫌悪感っていうものについて、こう、議論をしていてですね、こう、人間の生活にこう強く働いている感情である嫌悪感っていうのは、こう、オダクへの、忌避なんだっていうことを言っていて、で、嫌悪を催させる対象である、例えば排泄物とか死体とか腐った肉とか、とにかくなんかゴミとか、なんかそういったものを、に対するこう感情みたいなことを嫌悪感というふうにまあ名付けて、で、それをこう外部に投影するんだみたいなことを言っていて、で、それがやっぱ差別につながっていく。だからこれまでの歴史を見ると、例えばユダヤ人は何かこう、不潔で嫌な匂いがするとか言って、そういうこう、ゴミのイメージとこう強く結びつけて、で、それ自体はこう隠蔽したままで、何か嫌悪感を感じる。ユダヤ人はなんか不潔だから嫌悪感とか、それは女性差別にも多分つながると思うんですけれども、何かそういう強い感情っていうものによってこう説明してしまう。それは単にこう外部を排除したいという欲望には関わらず、何かそういった何かみんなが共有できるような感情で説明してしまって、強くそれを私たちにイメージとして植え付けてしまうっていう歴史もあるかと思うんですよね。そういったそのゴミとか見えないものとか、こう見たくないものみたいなものと、こう私たちの歴史っていうのは強く結びついてると思うんですけれども、藤原さん、歴史研究者としていかがですか？もう今メモしたいんですけど、ヌスバムさんですか？ヌスバムさん？マーサ・ヌスバウムさんっていう。僕すいません、知らなかったで、今面白いご指摘だなと思っていて、私が分解の哲学で、まあ、やろうとしたことが、まさにその、歴史的に嫌悪感を示すということが、実は経済的なこう階級社会をこう作り上げている。嫌悪感を作った人たちに、その人に、匂いをする仕事で、分解の仕事をさせたりとか、きつい仕事をさせたりというふうな、そういうふうな、つながりがあると、まあ、歴史的にもそういうふうに言えると思うんですね。だけど実際、その私たちがサステイナブルとか言って喜んでいる、その世界を本当は支えているのは、そこです。やっぱそこがすごく大事で、嫌悪感を歴史的に示されてきたところとか、ミルさんおっしゃったように、いわばこう、法の外に生きていた人たちとか、あるいは、その、一回この近代社会では法的に、間違いを犯して、過ちを犯した人が、再度、社会に再チャレンジ、まあ、するときに、やっぱりその、ゴミを拾うとか、ゴミを集めるとか、そういう場所にこう行くっていうのも、まあ、江戸時代そうだったわけですね。で、そう考えたときに、でも実はその腐敗さとか、ボロやクズですね。ゴミではなくて、ボロやクズという、もう一回使えるものを集めていることが、どれだけ実はワクワクすることか、ということを分解の哲学で書いたわけです。その、ゴミを拾っている人たちのいろいろな、手記とかを集めたりしたんですけど、その中で、やっぱりこう、大学教授の娘とかが、加わっていく中で、最初は恥ずかしかった。なんで街でゴミを拾っててね、すごい恥ずかしかったけど、やってるうちに、やっぱ狩猟採集民だったので、人間って昔。あれ結構、何これ、こんな集めちゃって、持ってったらこれ1万円で売れたみたいな世界が、まああるわけですよね。その、まさにその嫌悪感と歴史って大変重要なテーマだなと思って聞いておりました。斉藤さんの話を聞きたいな。斉藤さんいかがですか？だからそういうのって、この分解哲学でもマルクスが批判されてるんですよね。
それマルクスはそういう人たちっていうのをルンペンプロレタリアートっていうふうに呼んで、マルクスはプロレタリアートって、まあ、労働者階級ちゃんと真面目に働いているようなだけど資本家に搾取されている人たちが団結して立ち上がって革命を起こすってビジョンだったんだけど、やっぱりそういう歴史観においてはこう、まあ、気ままに働いてこう物乞いとか、まあ、クズ拾いみたいなのをしながら、まあ、なんていうんですかね、資本家の下でこう規律訓練されずにのうのうとこう働いているような人たち、暮らしているような人たちっていうのはあいつらダメだみたいな、まあ、そういうふうに読める箇所があのマルクスにもあって、で実際マルクス自身はそういう人たちについてあまり積極的に論じてこなかったんですね。だからその後の、まあ、マルクス研究もそういうところをずっと扱ってこなくて、まだこの文解の哲学を読むと、ああ、まあちょっとハッとするっていうのはあるんですよね。なんかそこは本当にもっと視野を広げて、やっぱり別の社会を考えるためには、本当に想像力っていうのを私たち広げなきゃいけない。今こうやって話していても、じゃあその時資本主義とは違う社会とか、持続可能な社会って、すごいやっぱり考えられない状態になっちゃってるんですね、私たちって。私たちが今考えられるのって、ディストピア。まあもう本当になんか AI とかに乗っ取られるとか、まあ気候変動がひどくなって地球が滅ぶみたいなやつか、なんかこう、ドラえもんみたいな、まあ、結局、ある種の技術が出てきて、全部解決してくれるみたいな。まあそういう、こう、形で、なんか私たちが自分たちでなんか運動とか、声を上げたりして、社会を変えたり、政治を変えたりして、何かをこう変えられるっていう想像力がまずない。で僕はだからそういう中で、まあ、思想、歴史ってすごい大事。歴史を振り返ればいろんな出来事があって、人々がそういうのを変えてきたっていうことも学べるし、あともう一個重要なのはやっぱり芸術とか、まあ、こういうアート、音楽とか、そういうのってやっぱり普通の私たちの思考では思いがけないところを、まあ、この本の中でもね、SF とかも出てくるんですけど、まあそういうのも含めて別の社会を思い描かせてくれる。そういうトレーニングっていうのをもっと対話とかも通じてどん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 やっていかなきゃいけない。特にそれがやっぱり僕ら今に求められてるんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。やっぱりその嫌悪の問題って、あの、ヌスバムとかが言うには、その非動物的であろうとする人間の欲求なんだっていうふうに言っていて、先ほどの三四郎さんの話ともつながると思うんですけど、こう何か完璧でありたいとか、こう、生産的でありたいとか、なんか立派でありたいとか、そういうこう人間のナルシシズムなんだみたいなことを痛烈に言ってですね、批判するんですけれども、やっぱり、あの、石原さんの、お本にもありましたけど、やっぱりその完璧でツルツルのこうスマートな社会みたいなものが、こう私たちはどこか思考していて、それは資本主義が加速させているところもあると思うんですけれども、何かそこにこう分解っていう概念を入れることによって、こういびつさとか滞りとか、そういったものを入れることによって、ちょっと問い直すというか、っていうような観点を提示していただいてるのかなっていうのを思ってて、やっぱそれって何なんですかね、やっぱり認識の変えるとか、今斉藤さんがおっしゃっていた想像力であったりとか、そういったことがヒントになってくるんでしょうかね。そうですね。やっぱり今お話聞きながらだんだん発見してきたっていうのは気づいてきたところは、その実はその斉藤さんおっしゃった違った社会っていうのを構築するときに、すごいこう高いトーンでガーンといくんじゃなくて、もう少しこう地べた感漂ったところで、こう、普段周りの転がってるようなところにふとこう見えてくるんじゃ、後藤さんの声ぐらいな感じで、わーっていっていく方が見えてくるっていうのを思うんです。ちょっと抽象的な話ですけど、もう少し具体的に言うと、その、例えばその、なんでしょうね、ツルツルというお話がありましたよね。ツルツルでスマートだって話があります。あらゆることがやっぱりこう、滑り台のようにザーッとこう、スマートで行くことが、いいことだっていう社会。スマート農業という言葉もあるんですけど、実はそうじゃなくて、こう、引っかかったり転んだり、摩擦があるから、私たち、なんかいろいろ楽しいんですよね。他の人が、あ、転んだ、じゃあ、助けてあげようみたいな人がいるわけですから、やっぱりこう、そこまで見ていかないと、こう、分解の哲学っていうのは、個人の輪で終わらない、そこまで見てって、ようやくこう、つながっていくような話なんじゃないかなと思っております。はい。はい、田代さん。
先ほどの斉藤さんの話を受けて、そのこの社会を私たちは変えられないと思っているし、まあ、資本主義社会の中で、まあ、身動き取れなくなっているっていうのはその通りだと思うんですけど、じゃあここでどういう社会だったら私たちは想像できるのか、で多分実現可能なのかっていうことを少しだけ考えたいなと思っていて、まあ、斉藤さんにお聞きまずしたいです。めちゃめちゃでかいんで次回にします、ね、触りだけでもつまり、まあ私たちも気がついてると思うんですよね。このままの生活を続けていっても誰も幸せにならないし、おそらく全く持続可能じゃない、うん、でもやっぱり資本主義にとらわれている限りではこの生活を続けざるを得ない。つまりもうこれがでも気づきの瞬間なんですよね。これに気がついてしまったらやっぱりもう次のシステムに向け、次の社会に向けて動き出さないといけない。で、これ、まあ、今はいろんな形がみんな模索している段階なので、はっきりとした形ないですけれど、僕は今、実はそれに向けて準備をしていて、ちょっと今これね、あんまり喋んなって言われると喋れないんですけど、ちょっと、まあでも本当に、その、私なりの答え、まあ、答えとは言えないけど、私なりに今考えてることっていうのは、ちょっともう少しここの場も含めて、ちょっと強く発信していきたいと思ってるので、ちょっと今日はあんま答えられないけど、田代さんにはぜひ、またその時感想と議論したいなと思います。次の議論で。まあでも、その想像できるかどうかってすごく大事ですよね。想像すらできないか、次の社会を思い描けるか、それがちょっとぼんやりしてて、抽象的だとしても、やっぱりそれ、その想像力を働かせられるかっていうことがすごい大事だなとは思いました。議論しましょう。次の回で。次の回でぜひ。確かになんか想像って私はよく思うんですけど、想像力ってこう全てこうまるで全部こう見渡せるように思えるんですけど、うん、やっぱりなんか想像できないことがあるんだっていうことを知るっていうことのために想像力ってやっぱりあるなと思っていて、だから単に想像力って届かないですよねっていうよりも、まずは想像できない領域があるんだっていうところをこう痛烈に意識するって、そのためにも私たちはまずは想像力を使わなきゃいけないなっていうのはお話聞いてて思いました。で、もう時間も迫ってきたんですけれども、まあせっかくなのでですね、視聴者の皆さんから、まあ、質問であったりとか問いであったりコメントっていうのも拾いつつ、また引き続きダイアログを続けていきたいと思いますので、今、もう残り短い時間になってしまいましたが、気になることあったら送っていただけると、幸いです。で、今のところですね、コメントとして来てるのは、まあ、売れなければ食えないという人が多すぎるという事実。むずっと、本当にこう、私たちは難しさの前に、うんうんなりながらいるわけですが、あとは物を直せる知識経験を義務教育で学んでほしいとかいうのも出ていますね。他に皆さんのとかで気になるものとかあったら拾っていただいても構いませんが。なんだっけな。YouTube 上の感想っていうところに答えてもいいですか？はい、ぜひ。本当に義務教育で学んでほしいと思って、僕は国立修理大学っていうのを作るべきだと思っていて、修理をめぐった学問っていうのをもうちょっと考えようとか、それから先ほどの概念でいくと、やっぱり辞書を作るべきだと思うんですけど、言葉を、例えばもう、私だったら作曲という代わりに、こう、開局っていう分解の解で、開局っていう言葉を作ったりとかですね、作品じゃなくて開品とかです。なんかそういうふうに違った概念をどんどん作っていくっていうことも重要だと思って、それから修理の関わりっていうのは生産ではないかっていう ご批判をいただいてるんですけど、確かにその通りで生産を助けることではあるんですけど、私が描いたその分解の世界っていうのは、要は全くこうあらゆるこう所属を失って、所有権を失ったものがもう一度違ったものの組成に戻って違う形にこう回帰していく。だからある、それ違う、前世では違ったものの物質の一組成だったものが今度分解されて次の段階に行った時に違ったもののこう一部分部品になっているっていう、それを分解の世界っていうんです。これ人間社会でもこの物の社会でも当てはまる。でその修理している人たちはまさにこの
グイッといったこのウィっていうところの部分をこう、関わってるということで、まあ、ちょっと、考えました。はい。ありがとうございます。他にもですね、こんなコメントも来てますね。やっぱり資本主義の社会の中で何しても八方塞がりという感じで、その想像した社会に移行する間にどうすればいいのかわからない。物販買っていいのか。そうですよね、物販。問題もありますけれども、YouTube のパソコンでこの放送見てるけど、もやもやというコメントもいただいていますが、この問いに関して、もちろん、すぐにお答えということはないと思うんですけれども、何か、例えば問いに対する共感であったりとか、そういったもの、コメントある方いらっしゃいますか？ T シャツ問題、なんか、ありましたけどね、その YouTube のコメントの中でも、例えばこういうね、僕らも支援を、募るために T シャツ売ったりするじゃないですか。でも僕も今回ライブハウスの T シャツいっぱい買ったんですけど、もうなんだろう、どうしようみたいな。すごい増えたんです、T シャツがね。でも純粋に寄付だけしたいみたいな気持ちもあって、まあ、そういうボタンがついてるとすごい楽だったりするっていうのもあってね。ただ単にパスだけ出したいというか、ギフトだけしたいのに、どうしても物がついてきちゃうみたいな。それってでも多分、俺を返してくださるが、もうなんか返したいかなと思ってつけてくれてるとこもあるから、難しいとこではあるんですけど、なんかそう、僕なんかそういうの、お布施とかもそうだし、なんか、贈与とかね、そういうことも考えながら、なんだろう、そのキャピタリズムの中に入ってないやりとりっていう、価値のやりとりみたいな、まあ全部お金で変換する必要もないと思いますけど、なんかそういうのもいいんじゃないかなみたいな。そう、僕はフューチャータイムズっていうのを作ってますけど、まあそれは行動を社会に寄付するみたいなイメージもあって、うん、例えばこの番組別に、この夜の時間を使って出てきて、まあ話す自体が僕は勉強だと思ってるから、すごい、僕としては、ものすごい、なんていうの、ベネフィットっていうんですかね、こうなんか、利益があるんですよ、自分の中に今、この夜の時間で。そうそう、でもそう考えたら別になんだ、あ、ギャラないなとか思ったりしないわけじゃないですか。ギャラないですけど、今夜、僕ね。でもなんだ、畜生ギャラないとは思わないわけで。なんか、そこは結構ちょっとの発想の転換かなって思ったり。で、あと一個だけ言わせてほしいな。イメージ難しい。想像力ってすごい難しい。音楽のことにまた例えちゃいますけど、でもそのイメージって平均率使うじゃん、みたいなことってすごいあって。ドレミア・ソラシドって基本的にガチガチに考えられた論理だし、僕たちが動物から人間になる段階で生まれたもので、昔はだって気持ちよくハーって歌ったものが、これはどなの、そなのなんて考えなくて音階があったし、もちろんそんなことも考えなく、例えばアイヌのポポとかに参加したら、全くギターが役に立たないわけですよ、混じって言ったら。なぜかって言ったら、最初に歌い出した人のピッチが平均率の外にあったりするからなんですよね。だから想像力っていうのも割となんかその最初に言った、もうある種の奴隷化されてる可能性もあるから、もうちょっとなんか、深い意味で壊していかなきゃいけないっていう意味で、こう、なんかちょっと自分への反省の言葉ですけど、思ったりしました。はい。すいません。ありがとうございます。ミルク、手挙げてましたか？あ、はい。その T シャツのことをなんとなく擁護しておくと、本当に資本主義の終わりを想像するより、世界の終わりを想像する方がたやすいっていうことを、すごい自軸かな、誰かも言ってたと思うんですけど、本当にその通りで、核戦争とかなんか、このまま地球温暖化が進んで世界が終わることをイメージする方が、全然資本主義社会が終わることを想像するより難しくて、その辺資本主義社会がどうやって終わるかはちょっと斉藤さんに後でなんかポロッとお話ししていただきたいんですけれども、とはいえ斉藤さん、藤原さんのお話にあったように、今のこの社会のルールの中で変えていくには、ある程度乗っかって、例えばゴミの話だったりも、その資本主義社会の中でルール化してしか戦っていくしかないと思うので、そのルールに乗っかって内派していくというか、ということで、ぜひ資本主義の社会のルールに乗っ取って、我々の T シャツにもお金を出していただいて、我々はその資本主義のルールでいただいたお金を使ってですね、内派していけたらなと思っております。T シャツ問題はなかなかコメントも多く難しい問題ですよね。YouTube の質問でですね、まあ自給自足の生活への回帰はあると思いますかっていうのもあるんですけれども、でも同時にですね、まあ資本主義を今ミル君が言ってくれたように止めるのではなくって、こうどう大量生産消費と付き合っていくっていうことなのかなっていうふうに書いてくださってる方いらっしゃいますけど、まあもちろんこのメンバーが全員同じ意見なわけがないわけですけれども、例えば、どうですかね、皆さん、この問いに関して。
もう自給自足なんだってことなのか、あ、藤原さんお願いします。これはユートピア論でも何度も自給自足の世界へ戻ろうということはなされてきていて、それは何度も失敗をしている。で、やっぱりそれは人の移動の自由というのがやっぱ近代社会では認められているし、職業選択の自由というのも絶対に譲れないものとして存在していて、でそれの中でそれを自由だと思う限り、おそらく田園回帰というのは今すごくブームですけれども、社会を根本に変えるほどにはならないですが、しかし、すごく単純な事実を言うと、やっぱ今日本中で耕作放棄地がものすごく出てますよね。誰も耕していない田んぼ畑っていうのが大変あるんですけど、あれだけで多分何百万だろう、この前計算したんですけど、かなりの人が食えるんですよ。あれを耕作放棄地を、みんなが、例えばここにいる6人がですね、ごっち村っていうのを作って、でそこでみんなで自給自足したときに、少なくとも多分かなりの人は食えるんですよね。で日本全国全員ではないんですけど食える。だから実は結構無駄な非合理的な、その田代さんの話を借りると、その非合理的な土地だけ見るとそういうふうなことがあるので、もうちょっとそう都市と農村の問題を深く深く考えていく。で東京一極集中のこともお書きになってらっしゃる方おられますけど、その辺やっぱりもっと頭使っていいんじゃないかなと思います。で、私も資本主義っていうのはなんか、最後倒すべきラスボスのようなもので、魔法とか、なんとかの剣とか言って倒すもんじゃなくて、やっぱり分解していくもんだと思っていて、その中に入って、中から毒なりなんなり食らわしたり、加工させて、で、美味しいものはちゃんと発酵して、私たちはいただくんだけど、ちょっと抽象的な言い方で申し訳ないですけど、あんまりこう、なんだ、粉砕してやるみたいな感じよりは、その中にある矛盾をこう、矛盾としてちゃんと際立たせていきながら、で、私たちの分解力、つまり、食べるとか、それから、もう一回修理するとか、そういうのをどんどん高めていくことじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。確かにコメントでもですね、資本主義イコール悪ではなく、そのルールの中で何を変えていくかを考えていきたいですねっていうコメント。まあ資本主義って本当に終わるんだろうかといういろいろな問いが出てきていますけれども、どうですかね、他の方何かコメントがもしあれば。あ、じゃあ斉藤さんお願いします。その、デイビッド・グレーバーっていう人は言ってるんですけれど、彼が言うのはコミュニズムっていうのは、その今藤原さんが言ったみたいに資本主義をこうぶっ倒した後にあるものではなくて、すでにこの社会にも存在している。ゴールドマンサックスの中にもコミュニズムは存在している。それはどういうことかっていうと、例えばあちょっとそこのなんか取ってよって言った時に、はいじゃあ100円ねってやらないわけですよね。それはもうすでに別に対価を求めないような関係性、これがもうコミュニズムの原理なんで、他人が必要とするものを提供する。逆に言うとこの場なんかも、もうコミュニズムなんですね。グレーバーの定義から言うと。で、つまり、だからもうすでにここにいろんな試みがあって、それはもうある種 C の次に行くような、まあ C、コミュニズムだから C なんだけど、そこにはいろんな試みがもうある。だけど日本ってやっぱり特にヨーロッパなんかと比較すると、すごいその領域が狭いんですよね。私たちさっきミル君が言ってましたけど、休みの日とか少し何かやろう、友達と何かやろうっていうと、やっぱりすぐ飲み会になったりだとか、カラオケとか、で、ちょっとなんかイベントとか集会みたいになるとしてもすぐ使用料がかかってとかで、その、ただで集まったり、ただでなんかみんなでやる。貨幣を返さないでっていう活動の場が、やっぱりすごい狭い。この間私の友人のイタリアなんかの研究者が日本に来た時、もうそう驚いてたんですよね。なんで日本はこんなにお金が使わないと。でもやっぱそういうのを私たち普通だと思っちゃってるんだけれども、実は全然それが普通ではなくて、でもむしろこういうチューズライフプロジェクトとか含めて、まあ今回 D もまあ無料でっていう話がありましたけれど、やっぱりそういうお金を返さないような人と人のつながり合いみたいな領域が増えていくっていうのが、まずその資本主義ではない社会を思い描くための想像力を解放するための一歩になるのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、こっちさん。じゃあ、ってことは、斉藤さんに言うけど、もし、聞きたいんですけど、もしかすると、そういう感じで、なんだよ、コミュニズムが僕らの中の生活にあるってことは、なんか新しい暮らしをしながら、
あの資本主義も完全に追い出さないで、そこの何かが僕たちの生活の中に名残として残ってるみたいな発想の転換もできるかもしれないってことですけどね。そうそう、だから同じで、だから逆に言うと資本主義もどれだけこんだけ浸透しても僕らの生活からコミュニズムをなくすことはできない。資本主義の支配もまた不完全だからといって、まあコミュニズムも、はい、一回これでコミュニズムでもう資本主義さよならっていうふうにはまあ、ならないかもしれないけど、やっぱりそのチャンスは常に開かれているんだっていうのが、さっきのそのジジェクとかの発言とは全然違う道はまだ開けているんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。はい、ありがとうございます。やっぱりこう資本主義だと資本主義というふうにこうすぐさま終わらせましょうみたいなところに発想が行きがちなのが、小石原さんおっしゃっていただいたように、それこそまさに分解するべきなんだと。いうふうにおっしゃっていただいていて、まあ何かそれってすごく遠回りに思えるかもしれないんですけれども、まあ必然的、絶対にやらなくてはいけないことで、まあ、だからこそ今斉藤さんがおっしゃったようなことがこう考えられうるわけですよね。まあなのでこの場はですね、ぜひですね、引き続きダイアログの場っていうのは、まさしく私は分解の場だと思っているんですけれども、この事柄当たり前だと思っていることをちょっとずつ分解してこう考えていくって、そういう場に引き続きしていけたらと思っております。はい、というところで、もうなんと時間があっという間に過ぎてしまったので、ぜひ最後に一言ずついただければと思います。では最初に藤原さんお願いしてもよろしいでしょうか。今日ものすごいコメント来て全部答えたいんですけど、こうすると明後日ぐらいになります。なので本当ありがとうございます。たくさんのコメントいただいて答えられなくてすいません。それから今日は6人の方々とお話できて、僕もどこが足りなかったのか、分解の哲学の穴っていうのも、まあ、見られて、それをすごく嬉しかったです。で、まあ、斉藤さんの言う労働の問題と永井さんの感情ってところをね、もうちょっと突き詰めたいなっていうのは思いました。で、さっき、その、なんていうの、芸術の話がありましたけど、その、後藤さんのいろいろなお話とか、その、今日のお話を聞いていても、その、なんていうか、芸術って、とか、その音楽とか、その表現っていうのは、決してこう、私たちの暮らしから切り離されてないっていうか、私たちの、その、中に、転がってるいろいろな問題をそのまんま、いろいろなところで感じてられながら、こう、表現活動してるんだなっていうのをよく、分かってきて、これ結構希望だなと思うんですね。それはどういうことかっていうと、芸術とか表現とか、もう私たちも斉藤さんも、あるいはミルさんも、こう、例えばデモンストレーションという形で、斉藤さんも文章や本という形で表現してますけど、だけど、それっていうのは、つまりこう、社会の矛盾を抱えながら表現しているということなので、それ自体すごくこう、なんていうのかな、政治的なんです。すべてがやっぱりすごく、政治的であって、で、それはやっぱり、こう、表現っていう格闘の場所で、どこまで考え抜けるかっていうのも、もうそれ自体が一つの、こう、私たちの課題。だから、もちろん、ごっち村作ってもいいんですけど、村を作ってもいいんだけど、だけど、やっぱりこの表現というすごい、実はシビアな場所が僕たちには用意されていて、そこどこだけ研ぎ澄ますかっていうところを、は実はこの目の前の資本主義、目の前の共産主義っていう、その小斉藤さんおっしゃいましたけど、そういうところとつながっていくんだなって今日改めてちょっと思い直しました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。では斉藤さん一言お願いいたします。はい、まあ、今日のゴミに関して言えば、その結局人間っていうのはもう忘れちゃってるけど、その循環の中で、自然とのこの循環の中で、その一部として生きている。で、その過程で出てくるゴミっていうのを私たち忘れてるって話から最初スタートしましたけれども、でも結局は無縁ではいられないんですよね。必ずゴミは自分たちの音に返ってくる。で、それは今、本当に問題になっているマイクロプラスチックであるとか、二酸化炭素もそうですよね。二酸化炭素ってまあ今日の定義で一つの分解できないゴミで、まあそれがまさに台風とか、その洪水っていう形で、今私たちの社会に帰ってきている。で、それ人新世ってまさにそういう時代なんですよね。人間が世界を変えてしまったけれど、それは別に人間が地球を支配したとか自然を支配したっていう時代ではなくて、むしろ人間が自然に今度は翻弄されるような時代になる。そのやっぱり一つの重要な要因というのは、このゴミの問題を
資本主義ってのは考えてこなかった。で、それはみんな考えてこなかったんです。左派も考えてこなかった。やっぱりこの、いろんな危機、コロナもそうですけれど、気候変動も含めて、やっぱり今その見直す時期が来ているんだろうな。そのためにやっぱり新しい思想っていうのが求められていると思うので、ぜひこういう場を通じて皆さんと一緒にこれからも、考えていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、ゴッチさん、お願いします。はい、とても面白かったです。なんか勉強になるというかね、その、こうやって話せて、このお二人の授業を同時に受けられるって考えると、ものすごくこう贅沢な時間だったと思うんですけど、まあでも、本当、引き続きなんかみんなで集まってこういう話したりとか、お二人にも、でも今日なんかまだ、なんとなく、まだ続くような話もたくさんあったから、まあ、藤原さんにも引き続き出ていただきたいなって気持ちになりましたけどね。はい。なんか一人の市民として考えながら、自分の生活の中でできる分解って何だろうみたいな。何分解しようかなみたいな。そんなこと思いました、今日は。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと運営のメンバーにも聞いてみたいんですけれども、ミル君はいかがですか？はい、今日すごい、すごい情報の密度で本当にめまいがしそうで、あまりこうやって最後に一言で整理するのって苦手なんですけれども、本当にお二人ありがとうございました。すごく勉強になりました。で、特に一番すごいずっともやもやと残っているのは、そのやっぱり藤原さんが分解の対立するものとして、対立というか、対極にあるものとして置いている生産するみたいなこと。で、斉藤さんもずっと資本主義のことをやられてきて、生産っていうことがテーマになってきて、本当にコロナでこうやって家で自粛してる間も、まあ仕事をしなきゃいけないとか、仕事がなくても、こう本を読んで筋トレしてご飯作って、何かしらこう生産的に一日の予定を立ててちゃんと過ごさなきゃいけないみたいなことにすごく我々駆動されているような気がしていて、ただ一方でこうコロナで、じゃあベーシックインカム導入しようかみたいな話だとか、本当は別に働かなくていいんじゃないみたいな話もすごい出てきているような気もしていて、で僕もやっぱ別に無理して働かなくてよくない、なんかゴロゴロしてた方が楽だし、なんかやりたくなったら何か物を作ったり修理したりして、なんか楽しく過ごせばいいし、なんかそういうテクノロジーをすごい人類はそろそろ手に入れられそうなのに、なんでみんなそこにこう素直に進んでいけないのかということはすごい改めて考えました。それこそ桜もむこさんのこじこじの中で、こじこじがなんか働かないでのんびりして、なんか日向ぼっこしてなんちゃらしてるだけで、別に人殺したり盗んだりしてるわけじゃないのに何が悪いのみたいなことを言ってるシーンとかがあると思うんですけど、本当にその通りで、なんかそういう働かないこと、生産しないこと、前進しないことに対してどうやってみんなこうもっと素直になれるのかっていうのはもっと引き続き考えていきたいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ田代さん、お願いします。はい、皆さんありがとうございました。ご覧いただいている皆さんも本当にありがとうございました。最後の方考えていたことを少し話すと、この資本主義の社会の中で一番搾取されているのは誰かっていうふうにやっぱ考えたいなと思っていて、まあ、それは、まあ、資本主義ではない発展途上国の人であったり、この資本主義社会の中でも、まあ、社会的な弱者であったりする、つまりこの社会のシステムをこう反省したり振り返る時間もなく働かされて働いている人たちで、なんかその人たちをどう、まあ、救っていくのかっていうおこがましい表現ですけど、救っていくとか一緒にこの社会を作っていくとか考えていくのかっていうことをやっぱ考えたいなと思っていて、それは決してなんかユートピアで、じゃあレイナ村作ればいいじゃんみたいな、じゃあゴッチ村作ればいいじゃんみたいな話じゃないのかなと思っていて、どうやってこの社会でみんなで幸せに共存していくのかっていう視点が持てるかどうかが、この社会をこう持続させて次の社会を作ることにつながると思います。すごい抽象的な話なんですけど、やっぱこういう視点を持ったり考え続けることが、まあ私とか永井さんもそうですけど、哲学をやってる人たちとか、まあ学者とか、まあ音楽とか、そういうこう、まあ一応自由な思考を働かしてると自らを認識している人たちの本当責任だなと思いました。で、今日は皆さんとこうやって考えることができて本当に良かったし、まあ、対話ってすごく大事だなと再認識しました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、前半第一部に出演していた真央子さん、バックヤードで、後ろの方で聞かれていたと思うんですけど、いかがですか？今コメントとかツイートを拝見しながら SNS を動かしたりしてました。
まずはたくさんの方がこの配信を見ながら、ゴミ、資本主義、労働のことを自分に引きつけて、すごい考えてくださっている方がすごく多くって、それに感動してます。今回拾えなかったコメントも、今後の番組編成にすごく組み込んでいけたらいいなと思っていて、あと自分には難しかったっていうコメントも結構あったんですけど、そういう方にこそむしろどういうところが難しいとか、よければこっそりこれからつぶやいていてくれたら嬉しいなと思います。で、こうした社会問題について考えていくヒントになるブックリストみたいなものも作っていきたいと思っているので、ぜひこれからチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。最後にですね、D2021 の、まあ、運営からお知らせというか、うん、していただきたいんですけど、ミル君お願いできますか？あ、はい、D2021 のオフィシャルウェブサイトっていうものがあって、きっとこの下の概要欄に記載されて、記載していただけると思うんですけれども、そこのサイトに飛んでいただくと、はい、問題の、デパートメントっていうところには問題の T シャツが売っていたりですね、あとは単純にドネーションの方も受け付けておりますので、T シャツっていうゴミが発生しないようにしたいという方は、単純なドネーションもお待ちしております。運営や企画に当てさせていただきます。何卒よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、このようにですね、皆さんと、ダイアローグ、対話を続けてきたわけですけれども、先ほど言ったように、ぜひともですね、こう気になるワード、難しいって言葉も、あったと思いますけれども、それに一つ一つ、こう、立ち止まって丁寧に、分解していけるような、場所になったらと思いますので、皆様どうぞ引き続き、ご視聴いただければと思います。はい。ということで、もう6分過ぎてしまいましたが、また次回、テーマを、設定してですね、こういった場を設けたいと思いますので、ぜひ皆様、またよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またさよなら。さよなら。